キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手の中間報告です。はい、その後っていう、その後ってやつね。はい、まあ、シーズンね、うん、半ば来てますけど、はい、終わるまでにね、どうなってるのかっていうね、うん、でもまだね、うん、あのトレードに出してあげた方がいい選手と一緒で、はい、勘違いすぐすんで、うん、崖っぷち選手は、はい、クビになる選手言ってるわけじゃないからね。あ、俺もし本当の崖っぷち選手言っていいんだったら、うん、ほぼ当てる自信あるんで。はい、あ、こいつこ頑張んないと、こいつ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 多分クビやなっつって。はい、おもろい、そんな動画、うん、まあ、地獄やろ。うん、そうですね。聞く方もね、はい、うん、私ファンの方もなんとなくそれって、ね、あ、もしかしたら危ないかもなって分かるじゃないですか、うんうん、本人も分かってるしね、うん、でもこの動画のコンセプトはね、はい、そのポジションの崖っぷちだからね、はい、いろんな意味でのね、うんうん、ポジションとか、まあ、ここ頑張んないって野球人生どうなるか分かんないよ、そうそう、みたいな、ね、ちょっと岐路にぶつかるよみたいなね、うん、はい、ところで今日はロッテ編ですけども、はい、これは今後ね、うん、1チームでやるか複数チームでやるかはちょっとその時々でちょっと考えますけども、はい、ロッテ、うん、ね、崖っぷち、はい、鈴木翔太、うん、全然崖っぷちじゃないんじゃないですか。いや、でもそれ、でもそれは、はい、今年の成績見てるから、はい、去年まで言ったら、うん、ドラ1でほぼいい感じの成績残してないからね。そうですね。で、今年頑張んないと、うん、ね、また新しいの取ってこられて、うん、ポジションなくなるよっていうところで、はい、まあ、さすがにドラ1で、はい、今年4年目、はい、さすがに結果欲しいよねって言ったところで、うん、素晴らしい。いやー、ほんと素晴らしいね。いなかった、やばかったね、はい、うん、あれですよね、あのこの崖っぷち動画ってシーズン始まる前に撮ってるじゃないですか、うんうん、だからその時は崖に立ってたわけですよね。立ってた、うんうん、今あれやな、うん、高層ビルのエントランスに入ろうとしてるんだ、うん、エントランスまだ入ってないですか。いや、こっからまだ半分あるから。確かに後半戦あるから、うんうん、今もう高層ビルのエントランスに入るけども、うん、はい、本当に入れるのかはね、はい、まだシーズン終盤あるから、うん、こっからガタガタっていく可能性もあるし、はい、まだ分かんないけども、うん、キャンプからずっと投げてたけど、うん、ずっといいね、うん、変わらずね、はい、やっとドラ1の、ね、進化が出てきたね、はい、何が良くなったんですか。まっすぐの質じゃん、やっぱり。そのあとはまあリリーフになったのも良かったかも分かんないよね、はい、だから日本ハムの河野と一緒で、うん、リリーフになって適性が良かったのかもね、うん、やっぱそのね、対角線のストレートは本当早いからね、いい感じで、はい、見ててもね、うん、でそこからしっかりスライダーカットもうまく投げれて、はい、もう藤田さんみたいな感じやな、うん、もうこの対角線投げていきますみたいな、うん、分かってて持てませんみたいな、はい、感じでできてるからめちゃくちゃいい感じだし、ね、このリリーフの今存在としてはなくてはならない存在ね、うん、はい、なってきてるよね、うん、十分ね、まさに、はい、うん、でもう一人が、はい、佐藤俊哉、これ崖っぷちだったのかなみたいな。いや、崖っぷちでしょ全然。だってあの、はい、鳴かず飛ばずで、うん、打てる捕手って2割1分でもいいんですかっていうね、はい、しかも松川もね、うん、ドラフトで入ってきてもう今年5年目だから、はい、佐藤もね、うん、頑張んないと、はい、それは他の人たちに取られちゃいますよっていうところで、うん、なんと現在打率3割2厘、はい、3割超えてますよ、すごい、うん、しかもオールスター村田兆治さん以来の MVP、うん、はい、俺 MVP になった時に、うん、いやロッテって MVP 誰かいたかなと思って、うん、調べ自分で調べてたらまず発表されるまで、はい、そしたら誰もいなくて、うん、村瀬長治さんまで、はい、誰もいないんやって逆にっていう、優秀選手とかね、はい、いたけど、ね、うん、MVP はいなくてね、これ一本が違ったらベストラインあるよ、タミヤが落ちてきてるからね、はい、急激に、うん、あのタミヤが雪崩落ちるぐらい落ちてきてるよ、はい、打率が、うん、もう3割切ったしな、うん、そういったところでこれ維持できれば、はい、鈴木翔太、はい、と一緒で、はい、あのすいませんって言ってる、うん、あのエントランスででも入れるかどうかまだここから分かんないから、はい、でも知ってた、佐藤が頑張れば頑張るほど次起こることって、うん、次起こること、うん、キャッチャーの松川がいらなくなるって。いや、でもまあでも年齢違うじゃないですか、うん、でももう松川も今年21でしょ、佐藤俊哉が5年目だから今年26で7でしょ、1月生まれなんで1月で7ですね、うんうん、でしょ、っていうことは6歳しか違わないから、はい、それ同年代みたいなもんやからな、はい、そんな5、6離れててもそうですか。だって30歳と36歳やん、はい、36歳の人引退したからって30歳レギュラーならへんで、そうですね、次レギュラーなんの23歳のやつやで、確かにそうですね、うん、こっからもうずっと正捕手として張っちゃったら、うん、松川選手危なくなってきますね。そうなのよ、松川も早めに頑張っとかないと、うん、だからここら辺でもう
まあ、今佐藤が定着しがちっていうところだよね、はい、うん、ここで松川もちょっと待ったって言って、うん、一軍に来とかないと、うん、もう佐藤王国作られたら、はい、まあまあ何かあった時の細で田村で一家になるんだよ、うんうん、だって佐藤と田村4歳とかしか変わんないんだよ、うん、はい、逆にそうですね、うん、だから田村補佐役になってってなったら松川の出てくることがないから、うん、なかなか枠がね、うん、佐藤選手が落ちるのを待たないといけなくなっちゃいますもんね、うん、そうそうそう、うん、しかも今いい感じで打ててるしね、うん、そういったところでは、うん、いいね、崖っぷち脱出だね、はい、脱出してます、うん、でも一歩間違ったら補欠だったからね、うん、はい、この補欠かどうかの崖っぷちにね、うん、はい、うん、行ってるっていうね、はい、で続いて、うん、野手でいうと、はい、中村翔吾、お、危ないな、かなり打率で見るとそうですね、うん、飯田哲也さんが BS12 の解説の時一緒だってね、うん、走れなくなった終わりやと、うん、だからその坂本もそうだけど、はい、やっぱサード行って動く量が少なくなってるから、うん、バッティングに影響してるって言ってて、へー、まあまあ一理あるなと思って、うん、それはやっぱりね、はい、やっぱ動けなくなったり動かなくなってくると落ちてくるんだよ、うん、やっぱだから走るのって大事なのよ、うん、走れなくなったら本当落ちてくるから、はい、だから人間でもそうやん、歩けなくなったら一気にドーッと落ちてくるやん、うんうん、体もおじいちゃんとかでもそうだけども、はい、野球選手もね、うん、走れなくなったら終わりだから、うん、その長距離走っても意味ないとかって言うけど、うん、走るの本当に意味あるんだよ、へー、だから走り込みっていうのがあるんですね、そう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 、でそういったところでサード行くと動き量が減るから、うん、だからバッティングもなかなか上がってこうへんのちゃうかって言って、へー、飯田さんがだって ロッテの中村もそうやろと、うん、サード来て、うん、やっぱ動く量が減ってるから、うん、打率がやっぱ上がっていかへんやんって言ったら、うん、俺とロッテファンの奥山和人さん2人いて、うん、去年からですよって言ってちょっとハモっちゃったサード転向してからじゃなくてセカンドにいた時からも打ってないですよって思っちゃって、あ、そうですね、でもちょっと危ないよね、はい、これはね、うんうん、打率がそうですね、まあ、32歳か、正直これはちょっと頑張んないと、確かにいい若手がガッて出てきたらもうね、スタメンでは出られなくなってきちゃいますよね、そう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 、もう来年はもう安泰じゃなくなる、うん、もう今も安泰じゃないけどね、うん、正直 ね、 そうですね、絶対使わなきゃいけない、まあ、たまに打つからね、うん、だからまだみんな夢見てんだよね、うん、元の勝負に戻ってくれるっていうね、うん、勝負強いみたいな、うん、そう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 、うん、まだだって32歳来年33歳か、はい、いやーこれはほんまの崖っぷちやな、うん、世代交代されかねないね、はい、自分が結果残していかないと、うん、だから何気に危ないね、うんうん、で続いて二木、はい、うん、二木はまあまだね、はい、今日29日だから、うん、あと2日あるからトレード期限まで、はい、崖が変わるっていう可能性あるから、うん、落ちたら、はい、そこらなんとか球団崖になってる可能性あるけどね、はい、うん、まあちょっともうでもファームで投げてるんですよね、そらそう、うんうん、怪我してるわけじゃないからね、そうですよね、うん、1軍で1試合も投げてないけども、うん、2軍で2勝2敗 3.95 の成績です、はい、10先発、はい、ね、だって唐川この前谷間に投げていいピッチングしたから、うん、そこに二木が入ってこれないって考えると、うん、もう相当やばいね、はい、もうこう指になってんじゃん、こうやって、うん、指こう投げる、ああかかって、指がかかってるってことですか、ここ最後これぐらいだったのか、はい、あ、第一関節になってるってことですかなってる感じやな、はい、あ、もう危ないな、29歳、うん、だから俺はトレードでいいんちゃうかって思ってるんだけどね、うんうんうん、もうちょっとなかなか厳しいね、はい、これじゃで、また、ね、ドラフトでも来るだろうしね、はい、だって今の状況で入っていけないんだからね、うん、だって高野とかが先発してるぐらいだからな、高森先発が揃ってるわけじゃないですもんね、高野中森が先発してるぐらいだよ、うん、で、カラカ入って、はい、もう谷間空いてますみたいなところでも、うん、ノーチャンスなんでしょ、入る隙はもうたくさんあると、うん、全然もう穴だらけ、うん、なのに入ってこれないっていうのは相当やばいよね、うんうん、だからこの中だと、まあ、佐藤、鈴木はね、はい、めちゃくちゃ頑張ってね、いやもうだいぶ抜いたし、ね、だからノルマクリアだね、はい、ミッションクリアだね、うん、プロ野球界で生きていく、うん、だいわばこれあれだね、崖っぷちミッションだね、はい、だからクリアしたね、うん、まあここから半分どうなるか分かんないけど、ね、うんうんうん、でもまあ中村も二人もここから半分見てね、うん、逆襲も可能性あるから、ね、はい、そこからどうなっていくかっていうところだけども、うん、まあ、佐藤と鈴木のね、はい、活躍は素晴らしいなっていう、ね、うん、よかったです、うん、まあさすがに崖に戻ることは当分ないんちゃうかって思うけどもね、はい、まあ野球は一寸先は闇だから ね、はい、ね、何があるか分かんないですか、分かんないからね、気を引き締めてね、はい、まあ、今後もねシーズン残り頑張ってもらいたいですね、はい、さあ崖っぷち選手の中間報告というところでね、はい、うん、こうやってね佐々木チャンネルはやった企画をちゃんと
ね、そのまま言いっぱなしにしないで、うん、反省、復讐ね、うん、称賛していくっていうね、はい、うんうん、っていうことで今日中日ドラゴンズ編です、はいはい、まあ、シーズン前に、うん、まあ、ちょっと崖っぷちだろうと言った選手、中日はね、イベツね、はい、まあだってね、怪我して、うん、今年頑張ってちょっと見せないとね、うん、ちょっと忘れ、期待感も薄れますよって言ったところで、はい、まあ、今年は、10試合先発、うん、2勝6敗、うん、でもクオリティスタート6回、防御率 4.02、うん、まあ、崩れる時は早いのかも分かんないけど、でも基本リーダー1だからホームランはそんな打たれてない、うん、まあ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 か、まあ、投げてるっていうね、いやそうです、あもうすっごい小さいハードルね、うん、はい、投げてるっていう、うんうんうん、まあまあでもそっからだね、でもだって先発してるわけですから、うん、そうだね、うん、でしかもまあね、怪我もあるだろうから、はい、そこはローテーションマネジメントしながら、うん、感覚悪化も分からないけども、うん、まあちょっとずつでも、まあ、投げていってるって考えたら、うん、まあ、来季に向けてホップステップのホップはいけてんじゃんかな、そうですね、うん、去年ね復帰して今年どうなるかってとこだったので、うん、まあ大体もう投げましょうだからね、あの10日間空けて投げていって、うん、はい、まあ、大体多分100球目安なんだろうね、交代はね、そこら辺を目安にして、うん、まあ、今年はまあリハビリ当番だね、はい、も含めて来季に向けていこうって言ったところで、うん、まあまあかな、まあ10先発してますから、そうだね、うんうん、まあ、まあまあまあ来季には希望見えましたねっていうね、はい、ここから怪我なくね、うん、まあ、こうシーズンをしっかりそのローテーションを10日に1回でも守りながら、100球前後のマネジメントを守りながら1年間できるかどうかだね、はい、だからそういこういったことを佐々木朗希はしなきゃいけなかったよね、うん、この梅津がやってるその10日に1回でも100球前後でもローテーションを守って1年間ローテーションを、その緩いローテーションを守りきるっていうね、はい、緩いローテーションで守りきれないってもうプロじゃないからね、うん、そういった意味ではやっぱアマチュア体質だから、そういうのはね、はい、でも梅津はそれを最後までできるかどうかで、まあ、最終のね、うん、判断が決まるね、はい、うん、そして根尾、はい、オロン根尾、パス持ってるファンはいましたけどね、うん、5月16日の阪神戦投げたんが最後、はい、今度2試合と、そうだね、5月10日の広島戦ね、うん、投げたのはね、はい、でどうす、どうす、どうしていくんだろうな、うん、まあ、俺はトレードでもいいと思うけども、そっか、トレードにも上げてましたよね、そう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 、なんかもう中途半端だよね、うん、言い方悪いけどね、どうなっていくんやろうな、うん、だからまあここから掴んでいかないと、うん、はい、もう崖だね、うん、うん、なんか微妙だね、さあなんかどうなるんだろうって感じですね、あこっからね、この終盤に向けてね、うん、ちょっともう今なんか何とも言えないね、はい、判断基準がないね、うん、っていうところだね、はい、あと野手はね高橋周平どう思ってんじゃんの、そうですね、いいところで持ってるし、うん、打撃も一気にまたね、うん、今2割8分5厘やから、はい、あの第2ブーム来てんちゃう、うん、だから2020年以来の第2ブーム今来てんちゃう、しかもコンスタンスにね3月から4月も2割6分とか打ってるしね、うん、で若干6月2割4分になったけども、なんかコンスタンスにまあまあいい感じでね打率上げてっていうところでまあいい感じでは過ごしてきてるよね、はい、ちょっともう大丈夫なんかみたいな ね、うん、ちょっと限界説がもうこれ以上伸びしろないんちゃうかっていう限界説がちょっとね巷じゃ騒がれてたけども、うん、ね、もう一回旬来る可能性あるね、うん、こう終盤の頑張りでね、うん、3割もなんかいけそうな雰囲気もあるしな、はい、今のバッティングだとね、うん、しかも代打出てきても打つしな、うん、ドラゴンズちょっと代打陣かなり薄かったから、うん、そういった意味では高橋周平いい感じでね、うん、来てるからこのまま頑張っていければね、はい、崖っぷち選手の中で評価高くなっていくし、うん、で、続いてリューク、はい、まあ村松の怪我でね、そうですね、うん、チャンスを得たっていうのもあるけども、はい、変わらんな去年と、感じがね、2軍ではそこそこ上がってくるけど1軍上がってきてもやっぱ変わらんな、うん、それだと結局はいないから出てるだけで、うん、チャンスつかめへんもんな、うん、他帰ってきたらもうそれでいこうかみたいなね、うん、感じ、確かに今掴んでる感じは全然ないですね、全くないよね、うん、じゃあもう山本でいっかってなるからで、はい、ショートもね、うん、であとはあの中地、うん、中地ちょっとやばいな、はい、ちょっとここまで15打席13打数ノーヒット、うん、三振7やからな、13分の7三振してんねん、はい、もうほぼ5割三振やねん、はい、2回に1回三振や、うん、いや俺もね中地一緒にプロ野球界頑張ってきたからね、うん、
2000本打たしてやりたいんで俺も、うん、今何本ですか。あと72本あちょっと72がすごく結構遠いよ。この近くで遠い72本なんで、俺も本当心の底から言ってほしいけど、うん、あさってが誕生日で42歳。42かこれはきつい。ちょっと2000本きついな。しかも今のままだの成績だときついもんな、うん、ほぼ三振やから、はい、ちょっとドラゴンズファンの人の声も厳しいもんな、うん、まあそれは仕方ないよ。それはもう選手のパフォーマンスだからね、うん、そうやってなるのだから代打で行くのもなんとかに変わりまして、うん、なんとかうわーっていう、はい、やっぱあれが期待感だから、うん、それがやっぱ大きければ大きいほど、うん、あ期待されてんだなって思うし、うん、これもあった日韓とかでもやっぱ名前が呼ばれた時の、うんはい、やっぱ若干やっぱ違うね、うん、歓声はね、はい、だからやっぱあのエスコンだったから稲葉さんとかの時は、うん、すごいわけよ、はい、だからやっぱあれが今の自分に対する期待のパロメーターでもあるから、うん、それも仕方ないわけよ。でもそのやっぱり声援でさらによっしゃってやろうってなることもあるわけじゃないですか。だからゴワーってなったらおー期待されてんなってなるし、はい、なんか若干微妙だった時に、うん、おさげんなよってなる時ある、はい、見とけよみたいな。じゃあ中島選手が代打で出てきた時は2000本頑張れっていう息で、うん、うわーって言ってあげてくださいよ。そう、墓場さんお願いします。中島の皆さん、はい、ね、中島応援していこう、うん、俺も応援していこう。そしたらやっぱり、ね、やっぱこの声援に応えないと、うん、やっぱまだ今年1本もやっぱり出てないじゃないですか、うん、ヒットが。そうそう、1本打てればね、まだ変わると思うんだけどね、うん、どんな臭いヒットでも、はい、1本出れば変わると思うんだけども、うん、ちょっとなかなかね、やっぱそこはファンの方がやっぱ後押し、ね、してほしいですね。ここから終盤本当頑張んないと、はい、まあ、スタメン出ることないからやっぱ代打やからな、うん、しかもあんま右の代打おらへんしな、もう福永がレギュラーに出てるからな、うん、そこも考えると大体で72本って結構難しいですね、うん、いやでも頑張ってほしいよな、うん、頑張ってほしい。終盤、ね、ちょっと終盤どうなるかね、うん、やっぱ節目ですからね、2戦ってね。で、続いてが、はい、立浪監督になってます。あ、監督はやられたんですか。まあやっぱりね、はい、うん、2年連続最下位で、うん、3年連続最下位だとちょっと厳しくなるやん。まあそうですね、うん、中日ワンチャン A クラスあるかっていう位置だけど、本当そうですね。ちょっとドラゴンズね、うんうん、かなり苦しい戦いを最近強いられてて、うん、なんと7月 1,2,3,4,5,6,7 勝、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12敗、うん、借金後ジャイアンツに3連敗しちゃった。ジャイアンツだって阪神か、うん、阪神に3連敗しちゃった。だから7月の頭さ、あの広島に3連勝して、うん、巨人に向かって4勝1敗で乗り切ったのよ、はい、でそっから、うん、負けが込んで、はい、きついよね、うん、あの唯一高橋宏斗の時だけ勝ってるんだよ、はい、うん、いやいいですもんね。金曜日、うんうん、で、うん、オールスター高橋宏斗行ってるから、はい、今回の阪神戦投げれないから、うん、あの明日からのヤクルト戦に高橋宏斗は多分火曜日に行くと思うんだよ、はい、それきついよな、うん、これだって最下位だったら立浪監督もやばいよ、はい、まあ、どうするか俺は知らないけど、うんうん、ちょっと今、はい、崩れそうやな、踏ん張りどころやな、まあ、まだあとね、そうそうそう、50ぐらいありますからね、うんうん、だからドラゴンズで言うと今余裕ある人は、うん、高橋周平やな、はい、と、まあ、梅津はちょっと、うん、まあまあ、まだリハビリだ、リハビリだからねっていうね、うんうんうん、っていう感じかな、はい、うん、ちょっとあとはね、この後半戦の頑張り次第で崩れるかもしれないからね、はい、危ないからちょっとどうなるのかはね、楽しみにでいきましょう、はい、はい、さあ、崖っぷち選手の経過報告というところで、はい、今日は楽天編です、はい、ね、うん、楽天、はい、崖っぷち選手、うん、宮森、あー宮森投手どこ行った、あんなにルーキーやね、うん、あの育成から試合間になった時のあのセンセーショナルな、はい、あの20試合ぐらいも失点だったよね、20何試合でしたね、22ぐらい、ね、うん、でも2軍で33試合投げて 2.56 だから、うん、まあまあ頑張ってんちゃう、あ今年1軍で投げてないのか、そうそうそう、うん、でも2軍ではまあまあですね、まあまあその最低限のところはできてんちゃう、うん、でもちょっと今リリーフもね、うん、若干防御率悪いって言ってもちょっと形できてきてるからね、うん、人はいるんですよ結構ね、うん、順番待ちかちょっと危ないねまだ、そうですね、ちょ経過観察ちょっとこう詰まってきてますからね人はね、そう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 、うん、まあ2軍の中で言うとまあそんな悪くない感じだよね、うん、だから今すぐどうこうとかではないと思うんですよね、うんうん、でも別に崖の上にいるのは変わらない、ね、変わらない、うん、次で滝中滝中投手ね、チャンスは与えてもらってるけどな、うん、結果出えへんね、そう
そうですね、6月29日から3試合投げて1勝2敗、はい、でもどの試合も3失点以上してる、うん、4点3点4点、はい、ちょっと内容悪いな、うん、ねえ 5.28、 そうなんですよね。ローテーションきっちり投げてはなくて ところどころやっぱ困った時に出てくるんですけど、うんうん、しかも今ちょっと先発苦しい中でのね、はい、助けなきゃいけない中で、うん、ちょっとこれ継続やな。ちょっとシーズン終わってみたらどうな、うん、まあでも必要な存在ではあるんですけど、うん、結構ちょっと苦しいですね。苦しいね、はい、崖の上継続だね、はい、うん、まあ、人がいないっていうところではまだね、うんうん、そうだね、ないですけど。で続いて、はい、マー君、はい、マー君、マー君は何やってるんですか。マー君はちょっと分かんない楽天2からも分かんないの。ちょっと私やっぱ今仙台いないからさ1試合だけ2分で投げてます。はい、3回3分の1。この1試合投げたのホームラン、いつなんだ。ホームラン1本、うん、失点3、自責2、うん、5.40 です。はい、だけです。はい、ちょっと行方不明です。そうですね、去年の10月のクリーニング手術は、うん、もう あれですか。別にクリーニングだからね。そうですよね、そう、普通に復帰できる。普通に投げようと思ったら3月からできるわけですよね。だって試合も投げてるからね。あ、まあそうか、そうですよね。1試合はね、うん、うん、分かんないけど、はい、分かんないです、うん、で続いて、うん、野手、はい、太田キャッチャー、うん、太田選手だから炭谷がね戦力外になって多分一本立ちできるかっていうところでの、はい、だったと思うのよ、うん、1割9分4厘、はい、微妙やな今。こう石原選手ともう2人って感じですね。そうだな、あと安田が上がってこないからね。上がってこないです、うん、でもこれだとまたドラフトでキャッチャー取るかっていう問題になるね。うーん、かもしれないですね。しかも5人しかいないから試合家が、はい、うん、で育成入れても7人でしょ、はい、これまあ1人取る可能性あるねキャッチャー、うん、なくはないですね、うん、安田使わないからね、はい、なんでなんだろうね、うん、それなんでなんですか。それちょっとわかんないですね。夏なの、はい、2軍で2割8分3厘ホームラン6本、はい、明らかに1軍のキャッチャーより打ちそうやのにな、うん、そうですね、太田よりは打ちそう、うん、まあ、石原今いい感じでね打ったりするけども、はい、うん、パンチ力ありますからね、まあ、それでも2割3分8厘だからね、うん、だから安田の方が落ちそうだけどな、うん、使ってみようとかないのかな、うん、自分でな、はい、しかもファーストも守れるんだ、はい、ちょ、なぜやな、うん、この佐藤さん、今井さんに電話してくださいよ。うん、なんで使わへんのっつって、はい、そのためにお前も聞くやん、はい、言われへんってでも、まあ、佐藤さんと今井さんの関係だったらじゃあ聞くやん、はい、それを言えない、言っていいやつと悪いやつがあるやん。あ、確かに確かにだから俺は聞きたくないんだよ、うん、あ、言えないから聞かなかったら、うん、これは俺がそう見えるとか俺の考えですとか、はい、俺の感想を言えるわけや、うん、はい、でも聞いちゃうと、うん、事実わかるやん、はい、でもそれ言えないやん。確かに本人聞いたやつね、うんうんうん、ってなったら、はい、発言できなくなるの、うんうん、違うこと、いやこうだと思うけど、いやでも聞いた話と違うけどなってなるやん、うんうん、はい、俺何気に口堅いからね、うんペラペラ喋ってるけど、だから聞いたら言えない。知りたいけどな。聞けるけど聞いたら言えない。うん、そうですね、うん、ちょっと。そこが難しいのよ。私もちょっと記者さんとかその辺に取材ちょっとします。うん、聞いて、うん、マー君とね、はい、安田ね、はい、どうしてるのかってね。うん、で続いて茂木。はい。茂木はまあまあ一軍に入れてるし、代打の切り札ぐらいになってるしね。うん、去年に比べたら。うん、この前ねスタメン出ててヒット1本打ってるけども。うんうん、はい。まあ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 、うん、去年は、うん、だから今年の安田が去年の茂木だね、うん、そうですね、なんで上がれへんでやろな、うん、みたいなね、わかんないですね、うん、っていうで上がってきたら、うん、まあまあまあいい仕事するやん、はい、代打とかでもね、うん、そこだね、まあ、やっぱ選手起用は結構好みとかもやっぱ出てくるんですかね、うん、若干謎多いね、うん、多いですね茂木、はい、選手もね去年ね、うん、そうそうそう、2軍で3割とか打ってましたからね、そう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 、何よりミステリアスだね、うん、何かの力が働いてる、何かあるかも分からないね、それは本当に分からないですね、うん、 うん、俺たちには分からないことが何かあるのかも分からないよね、私もまあなるべく取材してみます、うん、はい、若干分からない、だから安泰もいないよね、うん、みんなちょっと怪しいね、まあ、茂木選手はまだ今年の感じでいれば大丈夫だと思いますよね、まあ、去年よりはマシっていう、うん、だけだからね、太田選手も出てはいますから、うん、なかなか打ててはないですけど、そこまで打率としては、うん、若干ね、うん、崖のセンス追加いい、はい、伊藤幸也
あ、去年ちょっとね、細川同様トレードで楽天来て、うん、おーみたいななったけど、うん、若干去年の勢いが陰ってきて、はい、そうですね、で DeNA にいた時よりは出場試合数とか、まあ、全部接戦上回ったんですよね、うん、でも1ヶ月以上もう一軍にいらっしゃいませんし、うんうん、内野も結構人なんで、ね、内野も若干いろんなバリエーションで生まれつつあって、うんうん、まあ茂木が一軍に来て、うん、っていうところで黒川選手も出てきてるし、そうそうそう、だから今のベンチ言うと茂木、フランコ、黒川、山田、うん、山田遥かにがちょっと便利屋的な感じで守備の骨を守れるしに、うん、伊藤由紀は負けちゃったね、はい、で渡辺義明、うん、で田中和樹、はい、今があれか、田中がキャッチャーか、堀内じゃなくてね、あ、そうですね、田中高谷選手ね、若干伊藤由紀は危ないね、うん、ちょっとそうですね、ちょっと崖だね、うんうん、居場所がっていうね、うんうん、でそれに追加するとするならば、はい、そうだね、ちょっと頑張んなきゃいけないのは、うん、松井智貴、ちょっと一回炎上しちゃったからな、ちょ今勝負どころだね、この居場所、うん、こうしかも先発がね、うんうん、ないからね、うん、若干高橋光南に俺はないかって見てんちゃうかって思うけど、あ、そうなんです、チャンスあるからね、ここは勝負のね、はい、勝負の崖だね、うん、こう頑張ったら本当先発のチャンス出てくるし、ね、いや、そうです、そうです、うん、そこでしっかり抑えていいアピールできるかっていうところはね、嫌な記憶を引きずらないで切り替えてほしいですね、うん、そうだね、うんうん、あとまあね、武藤君のどこ行ったんだろうね、そう、武藤選手ね、いきなり開いたかと思ったらね、はい、全然上がってこへんよな、2年ぐらい前にね、うん、一時ちょっとプチブレイクしたんですけど、うん、でもそこで中島君がね、はい、出てきたらまた居場所なくなる、うん、まあそこは競争だから仕方ないけどね、はい、島内選手もね、島内かけちゃん、島内かけちゃん、ガキですか、ガキやろこれ、岡島は、岡島選手結構出てますよ、うん、島内かけやな、うんうん、これは島内選手の名前が聞かれないってコメントあったんですもんね、うん、嬉しいかこんなところで名前出て、逆に島内選手5月25日の日本ハム戦からもうおらんで、そうなんですよ、うん、島内崖やな、これ追加崖やな、うん、あんなにタイトル2年連続で取ったのに一瞬でタワマンの最上階から一瞬で崖来たな、しかもじゃあその外野が結構埋まってない、誰が結構日替わりってなってるところで、うん、若手も出てきましたしね、ちょっと危ないな、うん、中島選手もいい活躍してるしな、島内、ね、うん、伊藤、はい、ね、うん、で松井、はい、追加掛け合いちょっと頑張りどころっていうね、ちょっとね、うん、残り試合見ながらね、はい、また静岡にね話していきましょう、はい、さあ崖っぷち選手の中間報告、はい、よし、今日阪神タイガース戦です、はい、阪神いますね、誰でしたっけ、ピッチャー大竹、漆原、高橋遥人、うん、大竹は多分その現役ドラフトで来て1年目良かったけども、まあ、これを続けていかなきゃいけないやろっていうね、うん、はい、ところで多分話になったと思うね、はい、でそれで、まあ、今年ね、はい、どういう形になるのかっていうところで、うん、まあ、十分やな、はい、今がしっかり結果残せてるしね、うん、今現状が防御率がまあ2点台ですからね、2.7勝5敗、十分やろ、うん、はい、だ去年あの10勝2敗ぐらいだったんだよな、うんうん、だこの貯金8がやっぱタイガースにとって大きいっていう話になって、うん、まあ、その優勝するためには同じようにやっていかなきゃいけないのと、うん、まあ、本人のためにも大事だしチームのためにも大事っていうところで、うん、まあ、2.787勝敗、うん、あとまあチームのちょっとね援護がなかったっていうところもあるからね、はい、何よりちゃんとローテーションを守って投げてるじゃないですか、そうそうそう、十分だよね、うん、これはもう崖からは抜け出しそうだね、はい、結果的にはね、うん、一発屋みたいなものじゃないってことですね、そう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 、うん、で続いてがね、はい、漆原、お、まあ、現役ドラフトでね、はい、阪神に移籍してきてっていうところでね、オリックスから来た投手ですね、うん、一軍でもう29試合投げてるから、ね、うん、十分やろ、うん、なあれ途中から出てきたんですよね、でしたか、そうだね、最初開幕はいなかったよな、そうですね、途中最初はあの負け試合で始めたんですよね、あ、そっからもうすごい粘り強くね、うん、投げてて一軍にいるから、うん、まあ、このままいったら40試合ぐらいね、多分投げると思うから、ね、もう十分やろ、いや本当に2年連続現役ドラフトを当てるってすごいよな、まあ、でもそれなりの選手を出してるのもあるよね、うん、そうじゃないと早めに取れないからね、リリーフ出してリリーフ取ってきたわけですよね、うん、大当たりやな、逆にね、はい、うん、見る目、チーム内
戦力見る目あるかもしれないね、うん、そうですね、誰が出てくるかは分かんないからね、うんうん、で、高橋遥人、はい、まあ、育成からね試合感になって、うん、今度先発らしいのよ、はい、うん、この9連戦ね、はい、谷間のところで、まあ、これはちょっと注目ですね、うん、うん、でも多分えぐいと思うな、はい、えぐいもんな、ね、投げたら、うん、でも28歳今年29歳、うん、ね、二軍では、2.54、うん、10試合先発して、完投1回してんだ無四球で、うん、0勝3敗、はい、完投して負けたんだ、うん、まあまあでもしっかりしたピッチングは投げてるからね、うん、まあまあ今後どうなるかね、はい、2021年ぶりの先発になるんですかね、うん、そうです、これでまだ怪我しちゃダメだからね、はい、まあね、ここから育成をね、はい、見ていこうっていうところと、あとは梅ちゃん、あれ梅ちゃん何のだけでしたっけ、やっぱその坂本が、まあ、去年怪我して、はい、坂本が優勝キャッチャーになって、うん、今年ねどうなるのかっていうところで、はい、まあ、その坂本がよ、うん、ね、47試合に出場して2割1分4厘、はい、梅ちゃんが、うん、今年63試合に出場して2割2厘、坂本より出てます、はい、でも結局どっちだ論争、就職戦な、そうですね、坂本も打ち切らへんし梅野も打ち切らへんし、うん、どっち使っても結局もう好みの問題になってるな、うん、大げさになったらもうどっちでもいい感じやけど、成績そんな変わらないですもんね、うん、打撃の成績でいうとね、うん、だそしたらまたなんかキャッチャー別防御率とか言い出すねんけど、うん、そんなのも当てにならへんねんって、はい、ね、あの対戦相手とかピッチャーの調子とかもよるやんな、うん、正直ね、うん、これもう一生続くんかな、坂本論争、だからもう梅野も別に安泰なわけじゃないけど、うん、なんかチーム内で坂本の評価も上がらへんであるな、あとまあ最初負けてたからな、結局打つか勝つかだから、はい、打てなくても勝ってればね、うん、評価は上がるけど結局勝てない打てないじゃね、うん、上がらないっていうことで、まあ、今勝ててるからっていうのあるんじゃないですか、まあまあまあそう、そうなんだけどね、でも何気に崖の途中やな、うん、まあ、いつどうなるか分かんないですね、分かんない、危ういね、うん、で森下、はい、ね、昨年頑張って、うん、はい、今年っていうところで、うん、まあ、ちょっとね、うん、出だし悪かったけどね、はい、5月2割2分8厘、6月2割3分6厘だけど、7月3割3分3厘、はい、8月3割5分7厘、うん、一気にホームランも量産してきて、うん、これはもう、もうなんか結構安定感出てきた感じが、2年目のジンクスはなさそうだね、うん、まあ、このままいったらホームラン2桁も打ちそうやしな、うんうん、まあ、今日ホームラン9本なんであと1本でも2桁か、そう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 、はい、逆に、うん、崖に登場した選手います、あーシーズン始まってからですか、崖追加選手、はい、ノイチまあでもノイチ選手、まあ、今年まあ契約しましたけど、うん、あれにしても去年の時点でも若干危ない、ね、6月26日のドラゴンズ戦を最後に、うん、試合には出てません、うん、1軍の、はい、ノイチは今崖です、はい、追加崖、うん、追加崖選手、はい、このノイチの崖は崩れたら戦力外です、うん、はい、もうちょっとないな、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃんはもう最初から落ちてますなんで契約したんだろう、うん、キャラだけじゃない、キャラなんですかね、やっぱキャラやろ、うん、正直あと木並も若干崖やな、え、そうですか、木並、うん、今結構良くないですか、でも2割3厘よ、今ちょっとこう上げてきてる感じありません、まあね、今巨人戦打っただけで、うん、DeNA 戦11タコやで、はい、あ、そうなんだ、月間打率7月1割8分5厘、6月1割7分6厘、若干崖やろ、うん、そうですね、一歩間違ったらよ、うん、宗山君いっちゃうんちゃう、一歩間違ったら あそこいっちゃいます、うんうん、あでも取りに行く可能性はありますよね、うん、一歩間違ったら、まあ、だって木並選手は30歳だし、うんうん、一歩間違ったらあるんちゃう、くんすか、一歩頑張んないと、頑張んないと、頑張んないとね、頑張んないとありますよっていう、うんうん、恐怖の8番どこ行ったんですかっていう、うん、あと、もう一人かけいますよ、はい、青柳晃洋、5月31日のロッテ戦以来投げてます、うん、どうするの、どうしたんですかね、どうしたんですかね、うん、どうするの、うん、ね、頑張ってほしいけどね、ちょっと崖だね、昨年もね、
そうですね、8勝6敗、うん、今年1勝4、3敗、うん、13勝13勝で頑張ってきたけど、うん、ちょ頑張んないとね、はい、うん、まあ、もう元エースって感じでしたからね、うんうん、元エースって言われてる時点でもアウト、ね、ああ、意外私元ってアウトだからねそうですね、うん、そうだって思われてることがダメだからね、まあ、だって去年もそうだったので、ね、って思うとだから後半に向けて追加がけ、うん、はい、青柳、木浪、野市です、うん、崖登場です、これまたシーズンオフにね、うん、継承するからね、はい、うん、どうなるかね、うん、まあでもちょっとこう若いピッチャーもこう村上投手とか、うん、そういったところも出てくるので、あとは来年以降怪我から復帰の下村君とかね、あ、そうそうそうね、楽しみなピッチャーいますからね、うん、もしくはドラフトでね、一歩間違ったら金丸君行く可能性あるからね、うんうん、いいですね、うん、左で関西やからね、うん、うん、まあそういった意味ではね、はい、まあ、追加掛けの選手ですね、はい、どうなるのかね、うん、見ていきましょう、はいはい、さあ崖っぷち選手経過報告ということで、はい、今日は西武ライオンズ編です、はい、ね、まず渡辺裕太郎です、はい、ね、まあでももうそろそろ頑張らなきゃいけないっていうところで、うん、まあ23歳ね、はい、期待値も高くて、うん、まあ、本当だったらもっと早く一軍に出てきてもおかしくなかったところを、まあ、怪我とかもあってね、うん、まあ、なかなか出れなかった感じだけども、今シーズンここまで12試合登板12先発、はい、でまあ1勝4敗、まあでも援護がなかったりするからね、うん、でクオリティスタートの中で、はい、まあもう来季に向けてはもう十分いい感じだね、うん、正直ね、うん、だから結局平がリリーフにね、うん、平の情勢が気になる ね、来季どうなるのかっていう、いや来季はないけど、うん、FA 取った時に黙っていなくなるっていう黙っていなくなるっていうね、もういや先発あぶれてるからリリーフの方がいないからね、だからチーム事情もわからんでもないんだよね、だから先発はいっぱいいるからね、リリーフがおらへんから、その平をリリーフにしたいよね、絶対的な。松本投手がまた今回先発戻ってきますよね。だからそこがリリーフでピリッとせんからちゃう。リリーフが溢れてて先発が足りないとかなく、うん、松本がリリーフでピリッとせへんから前に行こうみたいなね、うん、あ、まあでも渡辺はもういい感じだね、はい、このまま怪我なくいけば、うん、もう来年も確実に先発ローテーションに入ってくるっていう形でね、この企画に名前が出てくることはね、はい、なくなってくるんちゃうかっていうね、うん、やっとねちゃんと出てきたなっていう感じがね、そうそうそうありますからね。ついで松田ね、はい、今のね全体的に西武がやらなきゃいけないことは、はい、まあ、これはもう俺はもう昔から言ってるけども、弱いチームに一軍にずっと いないベテランはいらないっていう、だってもう伸びしろないからね、でそれで一軍にいてレギュラークラスもしくはピッチャーでしっかり持ち場も必ずあっていいところの勝ちゲームで投げれてるんだったらいいけども、うん、それができなかったり二軍にずっといたらもう扱いづらいからね、うん、コーチも気使うしね、でしかもチームが強くしていかなきゃいけないってなったら、まあ、若手の方がいるからね、まあ、育成していかないとですからね、うん、でそうなってくると、うん、まあ、マスだね、はい、今年36歳、うん、まあちょ厳しいね、まあ、全員一勝できないからね、いずれ来るからね、はい、その時はね、うん、う別に誰がいいとか悪いとかじゃなくて現実受け止めていくしかないから、はい、でしかも弱いチームっていうのはもうベテランは切るしかない、ね、それはもう応援してるファンの人いるかもしれないけど一勝無理だからね、まあ、それ一勝は無理ですよね、うん、でも一勝入り続けなきゃいけないぐらいの勢いでファンの人を応援するからね、はい、まあ、その気持ちは分からんでもないけど、うん、まあ、なかなか難しいね、はい、違うステージでね、でそれよりもそのね、ベテランがチームに必要なんだったら別に選手であるべき必要ないね、うん、別にコーチでもいいやん、確かにノウハウを教えれるやん、で自分の練習もしなくていいやから、うん、余計いいやんな、うん、そんな練習してる姿勢より指導した方がいいやん、うん、選手のこともよく分かってそうですね、そうそうそう、だからそれだけ必要なんだったら別に選手であり続ける必要ないから、うん、そういった意味でシフトチェンジすることもまあ必要になってくるのかなと、ね、はい、で続いて野手、はい、古賀です。あれ古賀選手って何のガキだったんでしたっけ。いやだから昨年U24 かな、はい、あったよ代表の、うん、バンドね、うん、一躍あれで名前が売れたけども一本立ちしていかなきゃいけないところで、はい、今年定着できるかっていうね、うんうん、なったけども、まあ、全く定着できずっていうね、うん、2割1分9厘できついよな。炭谷が試合出ても結構、うん、そうですね、うん、そこももう炭谷におんぶに抱っこで炭谷ももう1割台だしね打率ね、うん、そういう意味では、でしかもまだこれが上位にいればいいけど下位やろ、なかなか苦しいよな正直。まあ今年何年目、3年目か、3年目、5年目までがあのリミットだから大卒は。これなんで5年目って言ってるか知ってる。佐藤さん何年目だったの。俺5年目。5年目自分じゃん。でも佐藤としてはもう今年5年目やね、そうロッテで。だから
二卒、第二世ぐらいですね、うん、一応高卒でも、だからみんな5年目っていうね、一括りは大卒で、だから高卒でも5年目ってことは大卒1年目と一緒の時やな。あ、そっか、そういうこと。大卒で5年目も、まあ、27歳やから30前のまあまあギリギリのラインや。いい年ですね。だから大卒でも社会人になってくるとちょっと3年目以内ぐらいには出てきてほしいけども、まあその入ってくる年齢にもよるけどね、21歳ぐらいだと5年見てもいいかなってなるけども、まあ、24歳だから大卒社会人行った、だから27までにはそこそこ形見しとかないと、そっからいきなりガーンもう和田さんとかぐらいだからね、30歳からの方が一つ多いとかね。おーすごい、うん、だからそのまれだからやっぱ5年目までにはね、もう絶対的な結果を残していかなきゃいけないって考えると、まあまだ3年目だから、はい、あと2年猶予あるけども、なんとかバッティング頑張んないと新しいの取られちゃいますよっていう、一軍で経験できてるっていうのはやっぱりでも大きいんじゃないですか。でもいなくなるよ、打たないと。他が出てきたらね、打たないと。他が出てきたらもう危ういですよね。ただいないから試合、それ楽天バージョンと一緒だからね、はい、一軍出てるだけじゃすぐ誰が来たらいなくなるから、まあ、そうですね、うん、もっといい人が現れたらすぐ変えられちゃうよって、そうそう、いないから出てるだけっていう説もあるから、うんうん、確かに今のうちに打てるようになってもっとこう学ばないとっていう、うん、しかも経験とかほぼほぼいらんから、ね、はい、そうなんですか、一軍の経験とかいるじゃない。だってそれより1年目で打率3割打つやつを使うやろ。そうですね、そりゃそうですね、うん、経験あるけど会社と一緒やね、はい、10年もいて結果出せるやつだったら1年目の結果出すやつの方がいいよ。そりゃそうですね、うん、経験なんて能力ないやつが仕方ないからつけてるオプションと一緒やで、あ、うん、打って勝ってて文句言われてるやつ俺見たことないもん。まあ、そうですね、うん、確かにね、うん、で打てないけど勝ってて文句言われてるやつも見たことないし、うん、打ってて負けてても文句言われるやつほぼ見たことない、うんうん、打てば全て OK っていう、もう野球の野手で大事なのは打つことだけだから、うん、大げさに言うと、ね、正直、うん、だってもしキャッチャーでも守備悪かったら打ったらどんどんホームから離れていくだけやね、キャッチャー内野外野ちってコンバートって言って、うん、で外野に行けば多少守備下手くそでも、うん、打ってたらずっと出れるから。あ、そうですね、うん、正直、確かに、まあ、打つが正義ですね、うんうん、打つことだけやね大事なのは、うん、その他はしかも守備練習したら上手くなるから、うん、ほぼ全員、うん、打てないやつを打たせるようにするより守れないやつを守れるようにする方が簡単やから、はだからもう宇都宮2割1分クリーンは寂しすぎるな、うんうん、ちょっとまあでもあと2年あるから、はい、猶予ね、猶予ね、うん、これ引き続き崖にいるよ、はい、もちろん社会人とかのドラマドル撮ってきたらキャッチャーありえるよな、ね、それはありますよね、バッティングがめちゃくちゃいいって言って、でも逆に言うとね、岡田子が積みたりつけ野田牧野古市全員ビッグチャンスだけど ね、うん、そうですね、俺がだって今アマチュアだったらキャッチャーで一番12球団で行きたい球団西武やな、出やすそうっていう、おらんやんだって、うん、固まってないですよね、おらんやん、がっちりがっちりがいたい、うん、西武州俺がロッテ選んだぐらいおらんで、うん、はい、毎日誰で出るかわからんもん、そうですね、うん、それぐらい 今のアマチュア選手はって思われてることがあかんやろ、うん、正直ね、はい、だからちょっと頑張んないとね、うん、ちょっと継続だね。で続いて、うん、陽川、はい、ちょっとチャンスつかめなかったかな、だからまあ現役ドラフトで来て、うん、まあ、チャンスあったと思うんだよね、はい、ファーストサード外野を守れて、うん、まあ、西武もそこいなかったし、うん、で打つってなった時に、はい、チャンスあったと思うけども、この西武に来て、まあ、チャンスつかめなかったね、うん、昨年も1割6分7厘で今年1割3分3厘でもう1軍いないからね、まあでもチャンスあったわけだからね、よかったよね、うん、本人取ったらね、うん、ノーチャンスの中終焉迎えるより、うん、チャンスあった中でそれをつかめなかったのは自分の責任だからね、うん、でもチャンスあるっていうことがねよかったからね、うん、で続いて、はい、鈴木翔平あそこガキだったっけ、もうちょっと大ピンチやな、そうそうですか、だって1割9分1厘やで、古賀にあんなこと言ったけど古賀より打ってんねんで、そうですね、外野 でしかももう今一軍おらへんねんで、今一軍おらへんで怪我じゃなかったらね、はい、大ピンチやで、ちょっと前までいたんですけどね気づいたら落ちちゃってて、大ピンチやだって外野も岸も、うん、岸、ヒルマ、はい、ガルシアみたいな、はい、うん、まあ、ガルシアは多分来季に向けてのねテストとかね、うん、経験、それこそ経験とかね、はい、その日本の野球を経験させるっていうところもね、うん、
まあ、1本ホームランで、ね、あるかも、うん、分かんないけども、はい、8年目、はい、26歳もう8年経つんだ。来年27歳で大ピンチやで。さっき言ってた27歳大ピンチやで、はい、今の西武、うん、ほぼ大チャンスポジションばっかりだからね。今の西武も全ポジションがほぼ大チャンス、まあ、ショートぐらいじゃん。ショート、まあ、そうですね、外崎も落ちてきたからね、うん、正直そこもちょっと頑張ったら抜ける可能性あるから、うん、源田ぐらいやな。そうですね、もう絶対無理なのはね、うんうん、あとは大チャンスよ全ポジション、うん、はい、こんなフリーボールのチームないからね。がっちりがいないですもんね、うん、ないですかね、うん、そういう意味では、うん、もうちょっと頑張ったらすぐレギュラーなんだけども、はい、結果を出せない、この苦しさね。これちょっと頑張んないとあれだね、はい、うん、一歩間違ったらもう、まあ、トレードに出し上げてもいいんちゃうかって。確かにね、現役ドラフトでもいいんちゃうな、ね、いやでもこれ、これ球団に空いてるからないんですよ今。でもやっぱりそのさ、うん、今まで見ててもさ、うん、結局こんな選手出すんやっていう球団が現役ドラフトいい選手取れてるやん。まあ、それはありますね。だ阪神とかでも馬場とか、うん、ね、ヨーカーもそうだし、うん、その時で見てたら、うん、えみたいな、うん、っていうのを、そのでもそう考えたら阪神眼力すごいよな。すごいす、現役ドラフト名前出た時はえって思うけど、行った先でほぼ一軍おらんもんな、うん、でも取ってくる選手ほぼ一軍いいよ。すごいですよね、うん、大竹投手ね、うん、あんだけ今年漆原もそうだし、うん、でやっぱいい選手出さないと上位で取れないわけじゃん、うん、でそれもね、毎年のように水谷もそうだし、うん、いい選手が現役ドラフトから出てくるから、うん、やっぱ自分たちもいい選手出さないとっていうところで上がるかもわかんないよね。そうですね、うん、まだ若いしね、はい、そういう意味ではね、うん、いやそれぐらい頑張んないとっていうところ、環境変わって出会う人が変わるとかいろいろあるかもしれないですね。そうそう、細川みたいにね、うんうん、っていうのもあるからね、はい、そういった意味では、うん、ひょっとしたらね、現役ドラフトかけても面白いかもわかんないよね。使わないんだったらね、使わないんだったらね、うんうん、でもまあ使わないのも本人の責任だけどね。使わないのもね、はい、チャンスあるから、あの今までトレードで出し上げた方がいい選手ほぼノーチャンスだからね。そうですね、だいぶチャンスあるからね、うん、いやだいぶチャンスあるよ、うんうん、だから、はい、今回の西武なんか厳しいよな、うん、全体的に。まあでもそれはもうね、はい、最後はもう自分の責任だからね、うんうん、そういった意味では、はい、だ今後いるかな、崖っぷちになりそうな西武の選手。松原でしょ。あ、松原もチャンスつかめんかったな。そうっす、それも仕方ないよね、ないもん、本人のせいだからね、はい、うん、いやもう松原と鈴木翔平キャラかぶりだからね。そうですね、完全に、ね、足早い系でね、うん、でも仕方ないよね、ないすよ、チャンスもらってきて、うん、1割2分3厘やからな、うん、それはもう、それはもう本人の責任だからね、はい、それはなかなか難しいよな、うん、あと野村大樹も頑張んないと、うん、外国人取られてきたら一発で終わりだからね、はい、うん、1割9分8厘だからね、うん、まあ、そういった面でも来年もね、はい、この崖っぷち選手にはね、はい、いろんな選手が名前出てくるんちゃうかと思いながら、でも今一番チャンスだからね、うん、セーブはチャンスですよ、うん、その中でまあ掴めるかどうかね、はい、まあ、勝負だね、うん、ということで結果報告でした、はい、さあ崖っぷち選手、今日は DeNA というところでね、はい、うん、まあ、DeNA 今年ギリギリやな。そうですね、 A クラス、うん、残れるんかな、残れんのかな、現時点だと今上と 3.5 ぐらい、うん、まあ、ギリギリやな、まだ、まあ、まだワンチャンあるかもしれないけども、うん、どうなんやろな、なんか、うん、もう精一杯の戦いしてるよな、うん、正直でも打つからね、はい、うん、まあ、打線はいいですからね、うん、まあ、そういった意味で崖っぷち選手、はい、ね、DeNA、うん、小園、おー、でも今なんか一軍の練習に帯同してるらしいから、はい、ちょっと先発頭が通らんもんな、うん、石田雄太郎もちょっとやられちゃったしね、うん、あのだからジャクソン、ケイ、うん、で東、うん、大貫、うん、でそこからまあ石田が投げてたり、平が怪我しちゃったんだよね。そうですね、だからちょっと頭数いないんだよね、うん、先発のね、そういった意味で、まあ、このね、小園が一軍で投げるかもわかんないけども、うん、ね、いや出てきてほしいですよね、うん、今年3年目、まあ、5年ルールがあるからね、はい、もう修行か、でもちょっともう忘れてきてるような、そう、入団してきた時のこの、はい、一番いいんちゃうかって言われてきたからな、ね、だからまあ俺らの勝手な期待感だけだけど、うん、もっと早く上がってくるんかなと思ったけど、はい、どうなんやろね、うん、こでも高校生でも
投げるやついるからな、うん、日本ハムの育成から来て柳川とかな、はい、だってその宮城投手とかも高卒2年目ぐらいから出てきてますよね。そう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 、うん、だからそういった意味ではもうちょっと早く体格もいいしな、うん、まあでもまあまだこっからか、まだ今年じゃなかったな、うん、まあでも確かに存在を忘れられちゃうがけって言ってたような気がするんですよ。そう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 、うん、だからまあもう忘れられてるけど、はい、でも先発ってなったら、うん、プロ野球ニュースの最後の明日の注目はやっぱり DeNA の小園でしょうってなるやん。なります、なります多分ね、はい、だからまあまだまだ、うん、だからまあもうちょっとだね、はい、崖大将からはもう除去だね。逆に言うと測られるポジションまで来てないね、うん、大げさに言うとね、まあまあ早く見たいっていうのもあるけどね、うん、まあまあ継続中だね、はい、で続いて山崎康明、はい、うーん、まだだって31歳やで、今年32歳、はい、どうもうなんかね、どうなんだろうね、西武あと19で名球会やで。そうですね、19やで、はい、でも森原が後ろやったりね、昨日もウェンデルケン、山崎康明、森原、うん、全員で6失点してたからな。そう、そうなんです。な、昨日は7回投げてますもんね、確かね。なんか、うん、いい時と悪い時のが激しいよな、なんか、なんかいいのか悪いのか分からんやな。でもまあイニングな試合数は投げてくれるから ね、 そうですね、怪我もすることなく、はい、ね、入団してから40試合切ったこと1回もないからね、登板数で言えばね、うん、だってもう540試合投げてるわけじゃん、うん、そういった意味ではもう鉄腕だよね、はい、いい形でね、うん、でももうやっぱりここまで来たら250セーブ行きたいよな。しかもまだ32やろ今年で、はい、いけるやんな。全然いきますよそれは、ね、うん、でもここ9回投げないといけないから ね、 そ う、 ですね、そういった意味では、うん、迷宮改革やな。確かに。だ、抑えの場を何としても死守していく。だって19やからな、はい、だって1年間守護神でやったら、はい、オールスター前後にはクリアできる数字だからね、迷宮改革やな。そうですね、うん、まあでも行ってほしいよね、はい、ここまで頑張ったんだったらね、うん、250セーブね、行ってほしい、うん、で続いて、はい、森唯斗。まあしぶとく頑張ってるけどね、はい、でも森も、まあ、早生まれだから今年33歳になる年、うん、ね、11年目、はい、まあ、高校から社会人、うん、まあ、先発したりリリーフしたり便利屋的な存在やな、うん、まあ、チャンスはあったけどね、はい、まあ、なかなか難しかったね、うん、そういった意味では。だからもうオールラウンダーでピンチの時に森唯斗ありみたいな存在で、はい、いろんなことやって1、2軍行ったり来たりするかもしれないけど、うん、まあ、それでシフトチェンジしていくしかないね、うん、正直ね、それがまあ生きる道だね、うん、だからもう広島でいうと野村祐介みたいなね、うん、感じで、だからそこで結果出さなきゃいけないんだよね、うん、投げた試合ではね、中10日ぐらいになるけどもみたいなね、うん、だから全体的に1ヶ月1、2回しか投げないからね、で前回、8月12日広島戦2回3分の1で4失点、こうなるとダメなんだよね、正直。だから5回2、3失点、うん、まあまあ9大点だねぐらいのね、はい、うん、感じに持っていかなきゃいけないから、うん、今年1軍で3先発して、だからあの阪神戦みたいにね、5回3分の2失点ぐらいで収まればね、うん、その助けマン的にいけるんだけど、だから正念場だね、はい、この終盤に向けても、だからこのシーズン終盤に向けていい形で来季に向けて見せていかないと、うん、ちょっと苦しいかもわかんないね、うんうん、続いて浜口、はい、いいんだけどね、いい、あのもういいんだか悪いのかがわかんないあのいいんだけどね、いいピッチングもするけどね、でも今年はあの1軍で、まあ、2.89、 2軍では 1.52 でしょ、はい、うん、いいですね、うん、で前回が8月6日中日戦、はい、でもそれまで良かったんだけどね、ずっとね 1,2 失点ぐらいで、まあ、フォアボールも出しながらみたいなところあるけど、7月15日も関東だからね、はい、あれなんか数年ぶりだよね、うん、関東ね、しかもあの自責はゼロなんで、まあ、約完封みたいなね、うんうん、でもこのね、その後の広島戦、中日戦と、うん、ね、そうですね、まあ、ミスもあったからね、自責は少ないんだけどもね、うん、まあでも先発いない状況でやっぱり一軍でしっかり投げていかないといけないよね、うん、コロナ禍では、まあ安定感欲しいけど、まあ、高望みできんよな、うん、でも崖っぷち感は今そんなにないですか。全くないね、うん、正直ねまあまあいい感じ見せれてるよね、はい、だからそれちょっとこの山と谷がね深すぎるんだよもうちょっとね谷を浅くしたいよね。なるほど、うん、深すぎるから、これもね、はい、山崎朝也君 と悪いイメージがつきすぎてるんだね、
あーやっぱり浜口みたいなね、うん、そんなんじゃないんだけど、なんかやっぱり浜口みたいな、やっぱり安明みたいなのがちょっとダークイメージがつきすぎてて、うん、ちょっともったいないよね。だからこの2人とも谷が深いね、はい、谷浅くね、うん、することでもうちょっと安心感欲しいよね、はい、だからベイスターズファンの人はちょっと安心感欲しいんじゃない、うん、浜口と。分かんないですよ彼ら、うん、投げてみないとね、安定感だから、はい、あのもうちょっとあの住宅に耐震ちゃんとやってほしい、うん、はい、ちょ揺れすぎ安定感がある、ね、安定感欲しい、はい、ね、で野手、はい、林柴田お、まあ、ショートね、はい、だからまああの京田も来て、うん、ね、森も若手、出山ともいて、まあ、ここでねどうなるのかっていうところで結局埋まらんな、ショートが、うん、DeNA も、うん、ショート型発動中。でも林選手今結構いい感じじゃないですか。そういい感じだけども、うん、トータルで言うと1割7分4厘だから、あ、そっか、ね、1割台だから、この結局、うん、柴田も林もそうだけど波が激しいのよ、うん、だから使ってみたら2安打とか打っておおってなるけど、はい、ノーヒットノーヒットみたいに続いて、この毎日1安打がない、うんうん、いい時だけ目立つから、うん、その間の悪いところが報道されてないから、うん、牧とかだと打てなくなっても報道されるけど、はい、林ぐらいとかだったら打てなくなったら報道されないじゃん、うん、で打ったとこばっかりキャッチになってね、はい、でもう波激しいみたいな感じになるから、うん、これお前、うん、でも DeNA ドラフトピッチャーやろ。いやー、さあ先発いかなあかんと思う。ねえ、さすがに野手いかへんやろ。もういかそうじゃないですか、ね、だからそう考えると、うん、DeNA のショートだけだからね、うん、もうガラ空きなの。そうっす、なんとか頑張んないとね、正直、うん、いきなりビッグウェーブ来たら全員負けるから、うん、全員お助けマン競争になるよね、うん。まだ林選手も2年目ですか、今年。そうだね、うん、まあ、ここら辺でね、はい、まあ、しっかりバッティングね、なんとかね、はい、だからもう小技利かしてるんだよね、うん、2割5分くらい打ちたよね、うん、打てなくてもね、うん、そうですね、まあ、掴んでほしいですね、うん、で、まあ、柴田もだから同じ感じだよね、はい、うん、で勝俣、はい、ね、なんか怪我しててやっと復活してきてね、はい、2軍でね、今2軍で試合出てるんですもんね、うん、6年目、うん、24歳、はい、でも外野やろ、うん、ちょっと空きがないんですよ。そうですね、ああ、もう今梶原外せないからね。で佐野でしょ、うん、でもう筒香も帰ってきたしね、はい、でセンターに桑原入ったりとか、はい、まあ、そこにも関根もいて、で渡来も来て、うん、渡来選手2軍でめちゃくちゃ打ってますしね。あ、枠がないんだよ。ないですね、外野はちょっと。いきなりちょっと外野が激戦区になったな、うん、渡来選手ですら今ね出れてないわけだから、うん、でも1軍来たら中途半端になんねん、渡来は結局ここ攻められて終わんねん、当てるの前からあと振っちゃうね、うん、守備で戦えると、うん、ルーキーだからルーキーだからまだ言われるし、あ、叩かれすぎやろ。いや、まあもうやっぱ存在が目立つってことだからでもね、ユーミンだもん。まあ、というところでね、はい、まあ、ちょっと勝俣も頑張れてるはいるけどね、うん、まあ、勝負の年だったけども、はい、今後情勢どうなるかだね、外野がね、うん、DeNA もちょっと外野が崖っぷちになっていくかもわかんないね、うん、今後ね、うん、だからそれこそ楠本とかも危ないんじゃんね。危ないそうしてますな。上里も大ピンチやな、うん、第5号ぐらいついたんじゃないですか。大ピンチね。これはね、うん、太田も、まあ、太田なんてもう自由契約にした方がどっか拾ってくれるかもしれないよね。いいやしね、うん、正直ね、うん、あの現役ドラフトとかじゃなくてもう戦力外にしてあげた方がね、はい、ひょっとしたら違うところでワンチャンあるかもわかんないから、うん、まあ、自由契約してあげた方がいいかもわかんないね、トレードとかなんとかよりもね、正直ね、うん、あとフォードはなんで取ってきたんやっていうね、どうしたよね、思わへん。あ、フォードね、うん。ファーストしか守れない2番って言ったし。いらんやん。俺も来た時から思ってて。みんな思ったんですよ。なんでピッチャーちゃうねんと。なんでピッチャーちゃうねんと。いや、それ俺ピッチャーちゃうねんっていうやつはちょっと横浜のことが分かってないよ。そうですか。だって、ケイ、で、ジャクソン、ウェンデルケン、は入れんでしょ、うん、その時ウェンデルケン怪我人やったんですよ。でもウィックがいたよってなった時にピッチャー取ってきても枠の問題で入れんやろ。だって出場させてもいいですか。
ん、いやマッチョさせなきゃいけないからマッチョさせれんくない？ケイト・ジャクソン、ケイト・ジャクソン、ベンデルキンはまあ普通に言ったら入るわけやん、うん、だピッチャー4人できひんやん、はい、だから取ってきても無理やん正直、だからもう無理やねん、だから外国人取ってくるとこないねん、取ってくるとしたらもうショートやなあのもうモンテス、モンテス、そう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 、モンテスとか、うん、ドラゴンズのカリステ、カリステよとかを、だって今のだって余ってるとこショートしかなくない、野手はね、うん、うん、そバウアー来てくれるんだって話変わるで、はい、でも来てくれへんやん、うん、だったらもうピッチャーも枠の問題があるから無理やと思うんだよね正直ね、フォードはフォードねいらんかったと思う、うん、正直全盛期のブラゼルね、いやもうブラゼル、タイロン・ウッズ、バースはもうおらんで、もうずっと探し続けてもおらへんで、いや本当に巨人はシャネルでしょ、ここシャネルで、DNA がフォードで車でしょ、うん、もう盛り上がってたんですけどね、バーブから、うん、じゃ次フェラーリぐらい、フェラーリ、フェラーリ、フェラーリあるからね、名前ね、あ、うん、あとまあベンツちゃう、ベッツみたいな、ベッツみたいな、ベンツみたいな、ランボルギーニじゃないですか、ランボルギーニ聞いたことないな、もうそれだったらホンダでいいやん、確かにホンダ、トヨタでいいやん、ね、うん、世界のトヨタ、うん、ホンダも結構いますからね、うん、ホンダね、うん、ホンダ、トヨタでいいやん、うん、トヨタ、鈴木ね、はい、マツダ、マツダ、うん、いますからね、いる、日野ね、日野、うん、日野トラックやけど、トラックでかいよ、パワーあるからね、そうですね、うん、もう何の話しとんねん、本当ですね、うん、あでメルセデス、ベンツメルセデスよね、おメルセデス、おメルセデスいるね、うん、CC、はい、でも C クラスや、C クラス、あー、S クラスが欲しい、S ならな、C クラスや。いや、C クラスでもいいねんで、いいね、それはいいんですよ、メルセデスベンツが最高ですから、いいですまあ、ということで、はい、私、はい、さあ、崖っぷち選手の経過報告ということで、はい、ね、今日はオリックス、はい、吉田輝星、よかったな、はい、オリックスに来てな、うん、本当にそうですね、だって40試合投げてんねんで、うん、もうだってキャリアハイやろ、全然もう圧倒的にキャリアハイじゃない、ね、1回22年に51試合投げてるわ、あ、そんな投げてるんだ、うん、でもまあ防御率 4.2 ね、で昨年 3.5、 しかも結構いいところで今投げてるしな、まあね、うん、あ、本当だ、2022年こんな投げたかね、うん、結構、しかも最近ほぼ点取られてないしね、はい、よかったね、うん、一気に来たね、リリーフとしてね、一旦も全く崖じゃないんじゃないですか、崖じゃないね、はい、うん、もうこれはでもこれを続けなきゃいけないからね、うん、そうです、だから来年が勝負だから、うん、本当の勝負はもう来年もし40試合ぐらい投げれたらもう完璧やな、はい、しかもこのね、オリックスが山崎総一郎、うん、宇田川、はい、どこ行ってんっていう、阿部ちゃんね、阿部ちゃん、みんな3連覇のなった中、リリーフ陣が、ね、今平野もおらんしな、うん、全部ごっそういなくなって、はい、まあ、今吉田とか、うん、あとはもうあの鈴木な、うん、よかったよな、オリックス来て、うん、東ね、うん、はい、で山田ね、うん、でペルドモ・マチャドね、はい、うん、もう、え、全員へ買いですかみたいな、総替えみたいな総替えもいいところよ、うん、ね、まあ、でもそこでうまく掴んでね、40試合投げてるからね、はい、本人にとってはよかったよな、はい、うん、だからチャンス掴んだね、はい、チャンス掴んだ、うん、よかったです、うん、で続いてが、はい、村西、やっぱアンダースローじゃない方が俺いいと思うね、うん、うん、下から投げりゃいいっていう問題ちゃうね、はい、何でもね、うん、上げよう、もう一回上げようか、はい、もう一回上げようかな、はい、27歳ね、綱、淡路島出身やで、そうですよ、綱高校、俺よく行ってたもん、綱高校練習試合、へー、こうなると今日は渡って相撲と実業とか、淡路島にあるんですか、そう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 、綱っていうところね、あ、そうなんですか、そうそうそう、この状況でリリーフに入ってこられへんって、うーん、致命的やもんな、でも2軍では先発してるからな、あ、もう12試合先発してます、ね、だからまあこのシーズン終盤、うん、どこまでチャンスあるか分かんないけど、その会った時に掴めることだね、はい、だって今はね、あの高島とか、うん、それこそ佐伯とか、うん、やっぱり来季に向けてちょっとシフトチェンジして、うん、その新しい戦力をやっぱり一軍でもいろいろ試してるから、はい、その中にこの終盤入っていけるかだね、うん、で入っていって結果残してどう未来が見えるかどうかだね、うん、そういった意味ではちょっと残りシーズン勝負だね、はい、もうあと1ヶ月ちょいだけどね、うん、正直ね、それによって崖がどうなるか決まっちゃうね、はい、うん、大卒5年目ですから、そうそうそう、はい、で続いて太田、はい、いいんやけどな、うん、怪我すんねん、はい、いいのに、うん、
もうほんと無事これ名馬やからな、はい、今年もめっちゃ、まあ、何でも右打ちでね、うん、めっちゃバット持ちが上がれてたのに、いや今年やっとグッと出てきたなっていう感じね、うん、ありましたけど怪我いなくなって、うん、もうこんなにいいのに、うん、元気さえあったらもう常レギュラーなのにな、はい、常レギュラー、うん、紅林と太田でな、うん、いけんのに、ね、すぐだから地盤柔らかすぎるな、地盤が、うん、もう液状化本当にもったいないよな、はい、いい感じでできてるのに ね打率もね、うん、2割9分ぐらい、野球6厘までいってたな、うんうん、で福田、うん、はい、まあね、うん、厳しいかそろそろでも、うん、32歳今年32歳に なったばっかですね、なったばっかり、はい、ねえ、うん、まあお助けマン的にはいるけど、うん、ね、今の外野が中川、西川、来たかな、あそうですね、今もうちょっと成長させようとしてるからね、うん、チームがね、うん、まあ、なかなかね、あの現状まだ簡単にはいかないだろうけどもね、やっと来た選手も出てきたのでね、うんうん、で池田、渡辺とかも一軍で上げてるしね、うん、ここでうまくってなった時にちょっとこのまま若手にシフトチェンジされていったらちょっと厳しくなるよね、オリックスは結構もうガラッと若手シフトになってますもんね、そうそうそう、良かったんですけどね、福田君光見えてきたけどね、うん、本当に、うん、でも中川がセンターに入っちゃうとね、うん、でしかもねこの最近売り出し中のね大里君、うん、大里がね、うん、セカンド来たら大田もね、はい、もうファースト行っちゃいますかみたいなね、うん、感じになってくるし、ほら大里、俺去年の西川の人的保障あれされてなかったら取った方がいいよって言ってる、プロテクトされてないんだったら、はい、カープ大里とんのもいいよって、いい選手だからちょっと、うん、俺も知ってて、佐藤が入ってるからいい選手そこ、いやでも去年なんかどっか、ウィンターリーグ台湾かな行ってよかったんだよね、台湾でのウィンターリーグでも、はい、結果もね残してきてね、うん、まあでも吉田だけだね、あと太田は元気だったらね、うん、まあいいんだけど、だからこの状況で西武と一緒だからやっぱ一軍に呼ばれてない選手がもう崖っぷちになってくるんだよ、うん、確かに、うん、期待値をね上げていこうっていうところで、はい、でもピッチャーとか俺らはね育成から試合感になるのほぼほぼ当てたよな、あそうですね、ね、うん、うん、キャンプ取材行って今年このピッチャー注目って5人挙げて、うん、中田以外全員一軍来てるから、ね、おだって佐伯、川瀬、斎藤、京介、佐藤、はい、でもう一人育成の中田も良かったんだよ、私も入山君って言ってたんですけどまだ来ないですよね、だからそういった意味ではね、うん、まあ来季に向けてね、はい、若手の底上げ等っていうね、うん、ところもあるけどもね、うん、でもまたいずれこう強くなってくるチームな気がしますよね、みんな若いから、うん、そうだね、うんうん、あとは内藤ね、はい、まあ、どこまで成長するかだね、うん、でもちょっと小粒が多いからね、うん、まあ、大型欲しいよね、うん、大型ね、うん、あとはこのねドラフト1位の横山くんね、はい、うん、どこまで成長していくかだね、楽しみですね、でもこの横山くんどうするやろな、ね、守備位置とか、うん、サードもらしたりしますもんね、おでも胸か胸、うん、なんかちょっとそこら辺のバランスやな、バランスが難しいよね、うん、太田が元気だったらセカンドみたいなね、大里もいる、胸、内藤もないや、うん、まあ、全員が全員は無理やけどな、紅林もいるしね、はい、競争あった方が絶対伸びますもんね、そう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 、うん、だけどちょっとコツ、頓宮が崖やな、そうです、ね、来年確実に頓宮が崖やな、これ、うん、もう入ってきますか、いや入ってくるっしょ、うん、首位打者がいきなり1割くぶ5厘って、ね、お前どうしたんですかね、一発屋芸人的なになっちゃうよ、うん、一発屋プロ野球選手的なのね、まさかの、うん、だから今年のオリックスは若月も打率を落としたからな、去年に比べると ね、うん、一気にね、今1割台か、であと宗ね、はい、この前やっと今季初ホームランだからね、うん、だからまあ軒並みちょっと数字落としすぎたね、はい、西川もね、うん、なかなかね2割5分打てへんって、うん、そんなはずじゃなかったやろっていうね、はい、で杉本もね、うん、2割8厘ってお前何しとんみたいな ね、 そうですね、だからこの人が頑張ってる引っ張ってるっていう人がいないんですよ、ね、いないいない、うん、なかなか苦しい、うん、ね、でピッチャーもね、うん、どこ行った山下俊平だっていうね、うん、そんな球でしたっけみたいなね、で宮城は怪我して途中いなかったけども帰ってきても
援護に恵まれずと、うん、1イニングビッグイニング作っちゃうからね、うん、で東がね怪我して、はい、でまあ曽谷はいい感じだけどね、曽谷いいですよね、うん、あの山崎幸也の将来的には穴十分埋めそうっていうね、うんうん、あとまあどこ行った山岡ね、うんうん、ね、うん、そうですね、うん、まあでもまあ若手使ってるからね、うん、来季に向けてはまだ面白くなるなっていうところもあるけども、はい、ドラフトどこ飛んでいくんやろな、先発かな、先発じゃないですか、やっぱ2人抜けてるからね、大型野手も欲しいよ、確かにな、大型野手、まあまあって言ったところかな、はい、うん、オリックスはね、まあ来季に向けてだね、はい、まあ、その中でもね、まあ俺は村西はサイドにもう一回戻した方が俺は個人的にはいいと思うけどね、うん、正直ね、まあ、といったところで、でも、まあ、崖で脱出してる人も結構いるんじゃないですか、うん、吉田のみね、太田も怪我しない、地面が柔らかいから、はい、能力あるのに、うん、うん、ずっとだからね、怪我せえっていうね、うん、はい、です、はい、でした。さあ崖っぷち選手中華報告、今日は広島編ということで、はい、ね、広島は大瀬良です、はい、大瀬良投手はリスターでしたっけ、そう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 、だからまあ近年ね、はい、ちょっとあのまあ昨年も6勝11敗、はい、その前も8勝9敗と、うん、ちょっと最近ね、はい、エースらしい感じがなくね、まあ、2桁勝ってないんね、防御率しかも 3.61、うん、4.72 っていうね、はい、近年ちょっと調子も良くてね、うん、勝川さんがやっぱ解説者辞めることになったんでね、いや辞めてないですけどねプラチニス来てますよ、そうそうそうでもあの15勝せんかったら辞めるっつってね、15って言ってたんでしたっけ、そう多分そうだと思うんだよ、そっか、うん、でも俺も、はい、あの広島のホームテレビのフロントだって言っちゃったのよ、はい、うん、大瀬良が今年10勝しなかったら解説者辞めますっつって、うん、えちょっと今あんま、今何勝ですか、防御率 1.37 で4勝3敗、そうなんですね、勝ち星ついてないんですよね、あんまりめっちゃいいよ、この前まで防御率0点台だったからね、うん、ちょっとこの前ね、ちょっとやらかしちゃって、はい、防御率が一気に上がったけども、うん、ね、まあまあまあ、もうこの勝ち負けはもう打線の絡みもあるから ね、 ね、今首位にいて、うん、なんで大瀬良の時だけこんなに打ってくれないんやっていうところはあるけどもね、はい、佐藤さんどうするんですか、勝利 4勝ですよ、あと6勝できますか、できんな、ちょっとあと6は難しいですね、わかんない、わかんない、それはもう終わってからの話だから、まあね、まあね、うん、家庭の話できないから、あと先発って何試合ぐらい回ってくるんですか、あと40試合、5、6試合じゃん、5、6試合、あでも5、6試合いけんのか、うん、あじゃあまだ分かんないです、ね、そうそう、そんな家庭の話できないから、うん、俺は信じてるから、でも大瀬良受賞したら、はい、広島優勝やな、絶対優勝、うん、絶対優勝、まあまあでも今年はいいことね、はい、まあ、ピッチャーの一番の重要なところは防御率だから、はい、勝ち負けはやっぱりそのね、この絡みあるからね、ありますね、うん、そういった意味ではもう完璧なね、うん、はい、ピッチングができる、しかも今年はね、やっぱこの右バッターのインコースストレート、はい、ね、これを、結構多投しながらね、うん、相澤と一緒にこのカットボールだけに頼みにならないようにっていうね、うん、その成果が出てるよね、はい、うん、で、続いてがね、はい、挙げてたのがもうこれ半年前ぐらいに言ってるからね、忘れてくるよね、開幕前ですね、開幕前、はい、森お森翔平投手か、今季ね、うん、1試合先発、はい、先発して、うん、で勝ってますもんね、うん、でも1試合だからね、うん、まあ、2軍ではね15試合先発して、クオリティスタート8回、3勝6敗っていうところもあるけどもね、はい、うん、どっちかっていうと黒原の方がね、これ同期だからね、はい、森が1位の、あ、黒原1位の森が2位か、そうです ね、 ね、3年目ですね、うん、小田地左腕でね、うん、ちょっと黒原にね、ちょっと水をあけられてる感じするから、はい、ね、あれどこ行ったんだろうね、ん、常広さんは、常広さんは、ね、7試合先発の防御率 5.30、 1勝5敗、投げてますか、クオリティスタート1回、あ、よかったいや、よくないやろ、いや、あのいてよかったです、ちゃんとね、新人王候補ヒットがね、いや、そりゃね、来季期待しましょう、いきなり、いきなりね、森下とか大空張りで1年目から怖いかと思いきやね、はい、ちょっと出だしからね、うん、チームにいませんみたいなね、はい、どこ行ったってなってましたからねもうあったからね、うん、あれだけどもね、はい、だからまあ、森もこっからこう行きたいね、うん、ちょっとね、うん、うん、で、高橋、はい、ちょっと厳しいな、うん、でもまだ8年目だからね、はい、2軍で1勝1敗、うん、22試合登板、リリーフだね、はい、でもリリーフはね、その黒原が良くなってね、うん、で森浦もいるやろ、うん、でハーンもいるやん、はい、現役ドラフト1回も分からんな、そうですね、でも去年も一昨年も投げ
出てないんですよね、うん、その一軍でね、うん、なかなか苦しいな。ちょっとそうですね、8年目か、うん、まあでもまだ若いからね、現役ドラフトあるかもしれないね、はい、そうですね。ちょっとこれもちょっと負けていってるね。一時左めっちゃいなかった時あったけど、最近左結構取ってきてるからね、はい、そういった意味ではちょっとなかなかね、うん、厳しいポジションになってきてるね、はい、でとね、うん、現役ドラフト、今年は1軍なし、うん、2軍でも15試合、はい、怪我もあんのか。今年32歳、ちょっともうなかなか厳しいな、うん、もうちょっとこれはまあでもチャンスあったわけだから ね、はい、ね、左もいないところでね、うん、広島に来てね、まあ、その中でちょっとチャンスつかめずっていうね、はい、感じだったんちゃう。最近松本一軍上がってきて投げてんな、ね、うん、この前も投げてたしね、うん、あと良くても怪我したりするからね、うん、あと左だったらあれどこ行ったやろな、長谷部。ああ、長谷部銀次、うん、でも2軍で20試合投げて防御率1点台やからな、おいいねこれ。本当だ。でもまあちょっとポジションないな、1軍でやっぱ黒原ね、森浦、ハーンいるから、うん、いいけど上がれんけどちょっと期待したいね、はい、そうですね、うん、今年1試合投げてますけどね、うん、抑えてるんですけど、でもちょっと空きがないね、うん、長谷部がどうのこうで堀江もいるしな、うん、うん、ちょっと空きがなさすぎるね、枠の問題か、うん、ね、そんだけでも人材としては充実してるってことですね。そうそうそう、だから左が結構ね、うん、熱くなってきたからちょっと高橋トネがね、はい、ちょっともう脱落傾向あるんで、まあ、高橋は若いからね、うん、まあ、現役ドラフトひょっとしたら乗るかもわかんないよね、うん、であと、野手中村翔成お一軍で、はい、しかもね、うん、結構頑張ってるよね、うん、まあ、でも打率がちょっと低いよね。二軍では結構打つんやけどな、一軍の壁やな、うん、ちょっと前ポンポンってすごい打ってたイメージあったんだけどな、ポンポンポンって DeNA 戦良かったのにな、その後ヤクルト巨人とノーヒットだからもう山あり谷ありやな。そうですね、うん、まあでもこう踏ん張りどころやな、まあまあでもね、うん、今年7年目、はい、25歳、うん、まあ、ここからどう伸びていくかだな、うん、ね、真摯に向き合ってね、はい、野球と、うん、ね、いい形でいければね、はい、いいかなっていうね、うん、で、うぐさ、はい、いやいいホームラン打ったけどな、うん、今年もね、腰痛なんだ、いい時に怪我するんだよね、うん、で外野も、まあ、秋山がねもう常に出るわけじゃないからね、はい、そういったところでチャンスもあるんだけどね、まあ、末金ね、ノマ、うん、ね、でそこにね中村翔成とかね、あと中村隆弘ね、はい、まあ、ここら辺勝負だけど、うん、いい感じ打ってんのにな、うん、怪我するから、まあそこら辺はもうね、そうですね、もうなんとかもう体調維持してやっていこうっていうね、うん、あと林、はい、出てるけどね、うん、だから林田村のね、うん、このニューフェイスたちが、はい、一軍の壁にどっぷり当たってるね、うん、田村も1割7分1厘ね、うん、二軍ではいい感じだけど、まあでもここ修行だね、はい、まあでもまだ若いからね、うん、中村翔成も含めて、でもそんなになんかこう崖がこう崩れてってる人、高橋とねやな、あーそっかそっか、ちょっと左勝負に、うん、負けちゃった感あるよね、はい、うん、だから今後崖の人たち、うん、タカどこ行ったんやろな、1年目ね、期待値高かったけどな、はい、でも5試合しか投げてないから怪我かな、怪我なのかな、常広タカどこ行ったんやろ、これ結構評判、ね、俺の中でも広島のドラフトめっちゃ評判良かったのにね、タカ太一くん私の推しでしたから、いいのにね、うん、怪我っていう情報はないですね、うん、はい、今年大道もね、一軍じゃもうほぼ見なくなったしね、タカくんファームでは10試合投げてるのか、うん、玉村はいい感じだね、うん、もうこう崖にノミネートされてたけどね、はい、一時期ね、今いい感じで成長してきてね、うん、遠藤投手はどうなんですか、あんまり聞かんな、ねえですね、うん、今年ケムナもね、うん、あんまり怪我かな、あとシャイナーとね、うん、もう一人はもう辞めたんだもんね、はい、はあ、シャイナーとレイノルレイノルもう名前も忘れてきてる私選んでないかなゲームに、うん、でもね外国人いなくてもね、野手10万戦でここまで頑張れてるんだからね、それは良かったかもしれないですよ、良かったよね、うんうん、あ、いないのがね、いないのが、使わなくていいからね、それが良かったかも分かってる、本当そう思いますか、ね、あ、まあということでね、はい、まあ、あのカープね、優勝に向けてどうなるのかね、はい、まあ、この崖っぷち選手も含めて継続して見ていきましょう、はい、さあ崖っぷち選手のその後ということで中間発表、今日はホークス戦でございます、はい、ね、ホークス、うん、バンド、バンド投手、地元、うん、徳島県、はい、はい、まあちょっと
大津に負けちゃったね、うん、そう先発争いね、はい、ちょっと掴みチャンスは結構あったけどね、ここ複数年ね、うんうん、今季はまだ1軍でなし、はい、2軍では10試合先発して 2.87、うんね、2勝1敗クオリティスタート4回、うん、10先発してクオリティスタート4回ってことはあんまりイニング投げてないな、これ、うん、そういうことですね。だって投球回数47回だから、うん、5回投げてないもんね、はい、平均ね。どうなんやろね、もうちょっと怪我とかないんだったら2軍でもイニング数投げさせた方がいいんちゃうかって先発でいくんだったら思うけども、はい、ね、ちょっとまあ、うん、今年はちょっとホークス若手の成長度合いすごいからね、はい、この2軍からのね突き上げって野手もそうだけども、うん、ちょ少年ばかも分かんないね、はい、正直ね、うん、で続いて武田翔太、うわ、もう2軍でも1試合しか投げてへんねん。どうしたんですかね。怪我ですね。怪我か、こう危ないな、育成になるな、うん、一歩間違ったら来年です。そうですね、うん、トミー・ジョン苦しいな。苦しいですね。ちょっとこの時期に来て怪我、大きい怪我はね。そっか。でそして東山東山投手は今多分2軍ファームでやってる感じですね、うん、各年で頑張るっていうところでね、はい、今年は頑張る年だったけども、そうなんですよ ね、 ね、うん、4月10日オリックス戦、はい、2回で交代っていうところで、うん、まあ、そこから1軍では投げてないっていうね、うん、中で34歳、はい、正念場だけどね、うん、2軍では投げてるっていうところもあるけども、うん、若手の突き上げでチャンスがどんどんなくなってくるかもわかんないね、はい、このままいったらちょっと危ないパターンだね、この賭けは。このピッチャー3人の賭けはね。そうですね。うん、東山投手はまだね、今シーズンね、先発結構してるから、そう、うん、あれですけど、まあ、これもだからここからね、うん、まあ、ホークスはこのまま優勝するだろうから、はい、この終盤クライマックス日本シリーズ向けて東山が一軍にいるかどうかやな、はい、いなかったら大ピンチやな、正直、はい、ここからね、だからちょっとどうなるかっていうところだね。うん、で続いて野手甲斐、はい、お濃い選手もそっか、ガゲプチにしてたんですね。ねえ、まあ、今年はね、海野とか試合出たりとか、うん、いい感じで出たり出なかったりもあるからね、うん、まあ、そこいいんちゃうかって、打率2割6分8厘だからね、はい、打率いいよな、うん、ありますね、一気にね、うん、上がってきて、そか、正捕手がけって言ってたんでしたっけ。そう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 、うん、だって昨年2割2厘、その2022年1割8分だから、うん、今2割6分8厘で2019年以来の2割5分超えだからね。お、人生2度目の、はい、ね、で、まあ、89試合出場、うん、今100試合ちょいだもんね、はい、試合が、うん、だからまあ週1とかぐらいで休んでる感じだよね、うん、はい、だまあそういう使い方俺はいいと思うけどね、うん、正直ね。でもまあこういう使い方してると いいんじゃない、うん、他の、ね、もし海がいなくなったとこでもう他のキャッチャーもね試合に出しながら、うん、だからまあ海野もちょっと打てないけどね、はい、92打数でも44試合出てるっていうところでね、うん、まあ、なんとかこのバックアップに向けてはもうちょっと成績を上げていきたいっていうところはあるけどもね、はい、あと石塚がね、うん、一軍上がってきて、はい、ね、これもホームラン打って、うん、まあ、でもその前にもう2軍落ちるって言われてたんだよね、はい、で その中で結果出したのもすごいよね、はい、まあ、それをいい経験として今後もねまた成長に向けてね頑張っていってもらいたいっていうところはあるけどもね、うん、はい、まあ、でもまあまあまあこう使い方も含めていいんちゃうね、うん、回はね正直ね成績も上がってるしね、うん、であと三森、はい、あれ今怪我ですか、うん、ビッグチャンスあったの牧原が怪我して三森が出てきて、いや三森いるでかいよなって言ってたら三森も怪我、はい、でその後広瀬が出てきてね、はい、で広瀬がなかなかヒット出なかったけどヒット打ってからいきなりこう上がってきてね、まあ、今はまだね牧原とかも帰ってきてるからね、はい、なかなかチャンスっていうところが、まあ、広瀬もねないけど、まあ、いい経験になったっていうのもあるしね、うん、結果としてもいいもの出したっていうねところも、あの慶応コンビね、はい、柳町広瀬正樹ね、はい、いいもの出したからねよかったけど、うん、ちょっと三森はもったいないよな。そうですね、めっちゃ良かったのに怪我だからね、その持ち場どんどん持ち場減ってくるよね、はい、でもあれだろうな、トレード出したらすっごいいいのとか交換できるやろな出さへんか。だって川瀬とかもいるしな、いい感じで。そうですね、いい選手だけど順番ないよな、うん、来年トレードに出してあげた方がいい選手メモリ出るかも分からへんか、このチャンネルでね。年齢的にまだまだこれからできるしな、しかもいいしな、うん、でも使わへんってなると、うん、まあ、いい選手だけにもったいないよね、はい、で中村晃、はい、
まあもうこういう感じになるのかな、使い方としたらね、うんうん、その山川が来てっていうところでね、こん、はい、ちゃんが結構 DH 入ってるからね、うん、山川ファースト守ってってなると、まあたまにね、うん、スタメン出る時もあるけども、山川が DH とかでね、うん、であとはもう代打になるから、はい、もう長谷川の晩年の使われ方みたいな感じでなってくるかな、うん、30今年5歳だからね、うん、でもなんかタイプ似てますもんね、なんかそう、うん、渋い感じ、うん、でも昨年ほぼ1年間出て2割7分4厘打ってるだけにな、うん、140安打やで去年、はい、だからずっと使えばもっと結果出るんちゃうかって思うだけになんかもったいなさも感じるよな。でもだからといってポジションあんのかっていうと山川が来たからないからね、はい、なんかもったいなさも考えるけど、でもまあ仕方ないかっていうね。昨年140安打打ってるっていうところでもなんか、まあでも仕方ないな、使えば打ちそうやけどな、うん、でも使うとこない、使ったらそのなんか波あんまりないタイプの選手じゃないですか、でも使うとこなんか、でもこうなってきたら一気に吹き込むよな、うん、なんかもったいなさも感じるけど、でも34歳になると他のチームでっていうところもないしね、うんうん、あとはまあね、チーム事情的に仕方ないしね、うん、まあまあ確かにもったいない感じですね、ね、うん、もうこのままだったらこういう感じになってくるから、まあ仕方ないけどね、うん、なんかもったいないなっていう感じもするけどもね、はい、まあね、長谷川の晩年みたいになってくるのかなっていうところが、うん、まあ、ホークスもね、はい、もうこのまま本当にリーグ優勝するだけだからね、うん、まあ、今年は若手の突き上げも含めて良かったよね、はい、うん、打ちましたね、打ったね、うん、だって柳田がいないって、そう、もうちょっと忘れちゃってます、忘れてもんな、はい、これいたらえげつなかったな、うん、もっと柳田帰ってきたら誰が出れなくなるんだろうね、うん、シュートか、だってね、柳田帰ってきたら柳田守備守らすか、近藤守備守らして柳田 DH しかないから、うん、結局周東正樹柳町を誰か一人外さなきゃいけないわけでしょ、うん、贅沢な悩みやな、すごいね、うん、まあ、それだけね、この柳町とかね、うん、あの正樹が一気にね成長してね、うん、もう替えが利かない選手になってるっていうところもね、まあ、今年のホークスの強いところかなっていうね、みんな2割5分以上ですね、うん、ほぼ全員、栗原もね、川村選手とかも2割5分以上打ってるし、ね、川村もそれでもまだ2割5分以上打ってるしね、はい、うん、まあ、そういったところでは強さ出るね、すごい、でもやっぱ坂東、武田、東山だね、うん、そうですね、うん、ここら辺ピッチャーが世代交代してくる中でね、うん、まあ、どう踏ん張っていくのか、うん、まあ、武田ちょっと育成になってリハビリかな、うん、で東山、坂東はこの終盤に向けて上がってこれるかどうかが勝負だね、うん、はい、うん、いう感じです、はい、さあということで今日はジャイアンツ、はい、ね、崖っぷち選手のその後というところで、はい、ね、こちらかなり多いですよ、あ、そんなにいましたっけ、うん、高橋れます、あ、序盤良かったけどな、はい、うん、ちょっとこの終盤にかけて、うん、ね、最近もちょっと打ち込まれてきてるし、はい、ちょっとシリスボミ感あるな、どうなんやろうな、うん、最初えげつなかったけどな、今また登録抹消されてるよな、今いないんじゃないですか ね、 8月9日中日戦ね、うん、あの3回で4失点してちょっとまだリリーフみたいな感じにもなってるしね、うん、どうなんだろう、もうこっから勝負やな、終盤に向けてね、うん、うん、こっからジャイアンツも優勝争いあるからね、はい、で続いて近藤、だからここね、近藤、圭、鈴木ね、昨年トレード、うん、はい、ちょっと消えた感あるよ、うん、近藤大輔、今年は1軍で見てないもんね、見てないですか、ね、2軍でも防御率4点台、はい、ちょっときついな、33歳、うん、鈴木、うん、もう今年1軍でなし、はい、2軍で 3.27、うん、ちょっと2人とも、でしかも巨人でさ、試合がパツパツいくからさ、はい、開けなきゃいけないから、うん、一気にクビなんだよね、もしくはあの育成ね、うん、ちょっとこの2人は厳しいね、で、ババあの現役ドラフトでね、いやもうちょっといけるかと思ったけどね、うん、で2軍で 3.12、 まあめちゃくちゃ悪いわけじゃないけど、だから巨人じゃなかったらチャンスあるかもわかんないけども、うん、2年連続現役ドラフトとかってありなのかな、ありじゃないですか、の
現役ドラフト出してあげてもいいけどね、そうですね、ママとかね、うん、正直だって阪神出した時に、あ、いいピッチャーなのに出すんだっていう印象でしたからね、うん、でしかも巨人リリーフバタバタしてるからよかったんちゃうみたいな感じ言ったけどね、はい、うん、使わないから出したんだよね、ぐらいの感じでしたから、うん、まあ、リリーフもね、バルラード、ケラー、うん、その後がね、ケラーだけども、はい、まあ、1.67 ね、38試合、まあ、なんか安心が成績ほど安心感は俺の中にはないね、はい、全く、はいはい、なんか大丈夫なのかな、劇場型なんですよ、うん、はい、あ、まあ、結果的に抑えたみたいな、うん、だから本当は昨日もね、カープのとこもヤロに最後抑えて、はい、まあ、バタバタしたけどだったけど最後打たれちゃったけどね、うん、だからまあ成績だけ見ると抑えてるけどね、うん、だからなんか去年の平野と一緒ね、オリックスと成績見れたら抑えてるけど、いや俺的にはなんかあんまり安心感ないんだよなみたいな、大丈夫かなって思っちゃう感じ、まあ、結果抑えてるけどね、うん、みたいな、うんうん、まあまあでもね、ケラー、バルノラード、うん、まあ、ここら辺は頑張ってるからね、はい、まあ、ケラーをまあチャンス掴んだんちゃ、うん、ね、最低限でね、はい、で、泉、最近8月1日からだからね、うん、まあ悪くないけどね、うん、ね、って感じだよね、はい、伊藤祐介が来たからね、うん、その分、うん、でも防御率はいいですからね、そう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 、28.98、だからまあ、ね、で、あとこれ平内ね、はい、平内防御率 1.88 だからね、うんうん、22試合投げて、まあまあまあ、だからケラーと一緒、うん、まあ結果的には抑えてるけどね、うん、みたいな、うん、この前もいきなり初球ど真ん中投げてオースにね、サヨナラホームラン打たれるっていう、絶対上がったことないからね、うん、だから今リリーフは大勢、今村、ケラー、バルドナード、伊藤、高梨、船場様、平内、うん、だからまあ大勢、ケラー、高梨、船場様はもう確定だよね、はい、うん、だからまあその中でっていうところで、まあ伊藤が上がってきたからね、先ほど言ったように泉が落ちたみたいな感じになるけども、まあ平内もね、はい、今年でもあの森下の時、おい腰入れんちゃんって、うん、あれで打たれなあかんねんけどな、そうなんですね、打たれなあかんすね、あれちょっとイメージ悪くなってるよな、うん、全体的なね、はい、あ、でももう張り切ったらあかんもきついよな、ね、さあ出るやろ、あれぐらいに出るからな、うん、さあだって戦いだからさ、はい、それはだって敵なんやからな、うん、仲良し講師がやってるわけじゃないから、うん、そういうメンタリティも大事だと思うね、うん、正直ね、まあ、戦う精神ね、うん、それでそんな来られても困るよな、うん、そうですね別に、まあ、全面的に支持するわけじゃないけど、うん、まあ、え、そんなことでみたいな、確かにね、うん、まあ、ちょっとおやんちゃ坊主やなみたいな感じやん、うん、そんなことでそんな誹謗中傷何万とか何千とか来んの、はい、いやいや、もうちょっとどうにかしてるぜこの世の中、まあ、分かるよ、気持ち分かるよ、分かるけど、うん、ちょっとどうにかしてるぜっていうね、うん、ちょっとデッドボール当てただけで、はい、笑うとかんのかみたいな、うん、帽子取れみたいな、うん、えそれデッドボールも当てただけで誹謗中傷なのみたいな、うん、何当てとんじゃんみたいな、はい、いやいやそれ当たるやろ、やっぱそれがデッドボールですか、うん、しかもそのさ罰払ってテイクワンベースになってるわけじゃん、はい、いやもうそんなことで、うん、なんかこれぐらいがこんなになってるけど、うん、大丈夫な日本みたいなね、もうちょっと抑えてもいいかもしれないですね、うん、でもね、うん、まあ、リリーフがねちょっと安定しないというところで、まあ、大勢が復活したからね、うん、その後バルドナード、ケラーね、まあ、平内もまあ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 ちゃ、うん、防御率1点台やしな、はい、でも成績ほど安心して見てられないけどね、うん、あと松原西武掛けに、はい、西武掛けの方に行きました、はい、うん、あ、そっか、開幕前は上げてたんですね、松原選手、西武掛けに、うん、掛け交代、はい、でももう継続掛けです、危ないよ、うん、もう今2軍だもんね、うん、正直チャンスはあったけどね、はい、本人生かしきれずっていうね、あと門脇ね、だって開幕前によ、はい、岡本と門脇と坂本だけしかレギュラーを決まってないって去年かな、はい、安倍監督に言わしめたのに、うん、もうレギュラーではありません、はい、だからもうあのレギュラー崖からは落ちました、よく選んでましたね門脇選手ね、そりゃそうだよ、見る目、見る見てたから、ね、そうって言うけども、はい、言うけども、うん、本当いけるんですかっていうところの、はい、まあ、勝負の1年だったわけよこれは ね、はい、そうですね、ここでパンパンで奪って、ね、うん、2割7、8分ぐらい打ってれば、うん、もう門脇ショート安泰、坂本アートが決まったっていうね、はい、ところになったけども、はい、現状ね、うん、現状門脇が2割3分1厘、うん、
まあなかなか苦しいよね、はい、まだ正直ね、うん、ってなった時に、内野手結局伊豆口とかね、はい、まあ、伊豆口2割1分2厘ね、うん、もう一回勝負やり直したからね、うん、だからまだショートを探す旅やな、はい、レギュラー確定書きから落ちたね、うん、まだ競争だね、競争ですね、ビッグチャンスだっただけにね、うん、ちょっと掴みきれなかったね、はい、じゃないと思うんですとならないですもんね、確かに、はい、だってあれもしヘルナンデスが、うん、あの怪我してなかったら、はい、モンテスショートやからな、ショートです、普通にもう門脇試合出てないからね、そっか、うん、もしくはレフとかに行ってたかね、はい、うん、今レフトにモンテス行ってるからね、うんうん、だからそういったところでもだって一歩間違ってさ、うん、来年モンテスショートあるからね、ありますね、開幕、うん、ヘルナンデスが怪我から戻ってきて、はい、ヘルナンデスセンター、うん、ショートモンテスあるからね、はい、普通にね、そういった意味ではちょっとこの終盤に向けてね、うん、最低でも2割5分まで打率は持ってきたよね、うん、勝負だね、まあ、今後どうなるかだね、うん、安泰になるのか継続になるのかね、はい、この終盤勝負だね、勝負、うん、だ巨人としてはやっぱり去年取ったトレードのリリーフの人たちはほぼ全滅やな、うん、まあ船場様はもう安泰、船場様高梨は安泰だしね、はい、でケラー、バルドナード、大勢で、うん、まあ、そこをねどんなピッチャーが食い込んでくるのかっていうところでは、うん、ちょっと K 鈴木も、ね、近藤もちょっと負けちゃったかなっていうところはあるよね、うん、ね、うん、赤星とかまだ2軍に待機してるしな、そうだ、うん、で若いのだったら田中とかね、うん、畑、うん、畑ね、うん、横川ね、左だったら、うん、大江ね、あと堀田ね、うん、松井、ね、菊池とかね、うん、まあ、井上春人も良くなってきてね、うん、で京本ね、うん、どこもあるから、そうできたら若手の方が優遇されるから、はい、近藤ね、K 鈴木とかもう30オーバーだからね、うん、なかなかきつくなるよね、はい、俺は馬場はもうワンチャン元気ドラフトでもいっちゃうからね、いや本当にそうですね、うん、もったいないですね結構ね、そうそうそう、ジャイアンツ強かったらまだいけるんちゃうかなっていうね、ちょっと順番的にもね、うん、そんな感じはあるけどもね、はい、ジャイアンツファンの皆さんどうですか、はい、さあ崖っぷち選手、はい、今日は日本ハムファイターズ編というところで、はい、うん、ね、躍進2位、うん、しかもロッテに3連勝して、そう、一気に3ゲーム離してね、おあるね、うん、あ2位、これどうする、うん、クライマックスシリーズでホークス負けて日本ハム日本シリーズ出たら引き分ありますからね、可能性ありえるよな、ホークスがちょっと負け越したりとかね、ホロホロしてるんで、勢いでね、勢いで、なんかちょっとあの2005年とかのロッテの匂いがするよね、んなんかいい若手の突き上げと勢いでみたいなね、新庄さんも日本一になるぞみたいなね、まず言ってるし、これ3年計画でね、あの1年目のだからこれね、崖っぷち選手に新庄監督挙げてるわけよ、はい、ね、うん、まあそれ3年連続最下位だったらね、うん、そう危ないっていうところで、はい、でもまあこれ AA クラスはほぼ格だね、うん、現状 ね、うん、だからね、分析していくと1年目、奇策のわけわからんことばっかり、まあ俺らからしたらね、だから俺らが浅いのかもわかんないよね、こう考えたらもう一回一から新庄野球を勉強する必要性が俺出てきたなって最近思ってんね、うん、そうなんですか、うん、あんなもうだってもう焼け野原の日本ハムの状態から近藤が抜けて、はい、もうだってね、っていうところから、うん、ね、一番最初わけわからんことばっかり言ってノーアウト満塁でエンドランとかね、はい、なんかもうダブルシールばっかりとか、うんうん、こけてみたりね、こけてみたりいろんなことばっかりやって、はい、ね、あので2年目、うん、ね、だんだんそれが静まってきて、うん、効果的にあるやつやって、はい、今はもう集大成来てるわけよ、はい、3年やで、うん、3年でここまで来てんねん、はい、これはもうもう一回一から俺ら勉強し直す必要ある、うん、やっぱり固定概念を、うん、頭カチコチを柔らかくするって YouTube やってるけど、うん、また俺もカチコチのボールにいる可能性ある、新庄さんの感じからするとね、うん、私なんかこう何より見てって思うのが、選手たちの笑顔がすごいこう弾けてて楽しそうにやってるし、うんうんうん、ヒーローインタビューとかもすごい楽しそう、うん、確かに、うん、なんか勢いが今すごいですね、だからあれが令和かもわからないよね、うん、そうですね、だからそこをやっぱまだ俺も昭和平成の頭カチコチあるから、うん、もうちょっと勉強せなあかんな、うん、これでもし新庄さんが今年で辞めたら伝説になった、はい、でもせっかくならやっぱり優勝してほしいですよね、でもなんかこれで辞めるのがまた新庄さんっぽいやん、まあそうですね、もし辞めるってなってもね、うん、辞めたって言いそうじゃないですか、うん、急に、うん、日本シリーズまだ分かんないですもんね、全然分かんない、うん、全然分かんないからね、全然チャンスあるから、クライマックス勝てばね、うん、だからもう新庄さんも
脱出だね、うん、脱出そうですね、すごいわ、開幕前は崖っぷち新庄さんだったんですね、そう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 、はい、あので田中正義ね、はい、まあ、守護神としてね、うん、人的保障できて、うん、ここからどうなるのかって言ったところでちょっと今2軍です、今ちょっと新しい守護神が、ね、出てきちゃいましたね、柳川ね、はい、育成からね、うん、もっといい投げっぷりあるけど、まあ、またこれはこれでまた勝負やね、うん、どこまで続くかね、はい、まだみんなね初対戦もあるからね、うん、ここから慣れてくるのもあるし、うん、正義も悪くないんやけどな、うん、いい球投げてるけど投げてみなきゃ分かんないみたいだね、そうなんですね、じゃあもうちょいキャッチ引っ張っていった方がいいんちゃう、投げろバーッ弱気になんなーってそれビビっちゃうから、えビビっちゃうじゃないですか、ピッチャーでも相手を相手に相手見えへんで、相手バッターとか見えへんで、あ、うん、俺だけしか見えへんらしいって言ってた、カラカワが、あ、だからカラカワ言ってた、これも実例だから、カラカワ言ってて相手見えへんって言ってた佐藤さんが言うの言う通り投げないとっていう、怒るから、うん、ちゃんと投げないとみたいな文句言わせないようにって言って、はいはい、勝負は常に対俺とらしくて、なるほど、相手バッター見えへんらしい、対バッターじゃない、対佐藤さんなんですね、うん、めっちゃ集中するって言ってたよ、相手にビビんないんだから、はい、誰が来てもなんとかって思わないらしいよ、だって見えないから、でも今のこの日本球界に佐藤さんみたいなオラオラ俺の言う通り投げろやるわっていうキャッチャーいるんですかね、いなくないですか今の時代まあ俺の見る感じはいなさそうだね、キャッチャーがあんまりピッチャーに怒鳴りに行ってるのか見たことないですよ、わーいみたいな、ない安倍晋之助さんだったんちゃう、晋之助が最後かな、あ、頭叩きに行ってましたもん、うん、沢村ね、今あれになったらもうあれかな、 SNS で叩かれるのか、叩かれますよ、今ちょっと今もうあれ、あのもうオラオラ系はダメな、それ NG な、いやいや、オラオラ系いてもいいんでしょうけどね、どうなんで、ね、でもオラついたらまあ平内みたいに、はい、めっちゃ DM とか来てる、オラつく方向性でしょ、ね、オラつく方向性みたいなのいらないですよ、はい、うん、リーダーとして引っ張るのがいいと思うんですよ、そうですね、ついてこいみたいな、しっかり投げろ俺らって言うの、うん、いいじゃないですか、いい、はい、リーダーだね、うん、それで勝てばいいですよね、はい、うん、でもついてこれへんやつはもう切り捨てやって、はい、まあ、ちょっと令和だからなでもなんかそういう熱い感じ来てほしいですよね、誰かね、だってだから田中正義とかもやっぱそれ系がいるんちゃうかと思うね、うん、この中もう逆に引っ張っていく感じが、はい、なんかちょっと、ね、優しそうやん、うん、感じ、優しそう、メンタルが、うん、インコース投げ切らないんで、投げろこらー違う俺インコース投げろよ俺、当ててもいいんじゃんお前来い俺らーってだからもう当てる恐怖心より俺に怒られる恐怖心の方が強いからしっかり投げないとってだからもう当てたらどうしようとか思わないからね、はい、うん、強いよだからそしたら、うん、そうですね、うんうん、当てたらどうしようちょっと甘くなって打たれるより、はい、佐藤さんに怒られるぐらいだったら当ててもいいかみたいなそのぐらいの、うん、そういう人いてもいいですね、うんうん、それぐらいグイグイ引っ張っていくといいかもしれないよね、いいと思いますね、今はサミヤ選手とかやっぱりこうね、うんうん、そういうタイプじゃないと思う、うんうん、で続いてはい伏見、はい、まあこの いるないる、今伏見の評価が、はい、めっちゃいいハムに来て、うん、最高潮に上がってる、うん、やっぱまあ、今年ね、うん、キャンプ前だとね、新党入ってきましたと、はい、ね、タミヤも来ましたみたいな感じで、うん、ちょっとこれ立ち位置弱くなるんちゃうかってなった時に、うん、はい、まあ、前半タミヤ良かったけどな、うん、やっぱそれが長く続かなくて落ちてきた時に、うん、結局伏見みたいな、うん、最近また中島さんみたいな抑え捕手みたいな感じに、うん、なってるし、はい、こうファイターズファンの中でも伏見のこの大事さとか必要性が増してきてるから、うん、はい、なんか心の拠り所みたいになってる、うん、途中ね、あのオールスター前か交流戦前ぐらいの時に新党、あ、交流戦の終わりの時か、新党、うん、一軍に上げて、はい、細野と使うから一回そのチーム事情で抹消されただけだけども、うん、まあその時にね終わって上がってきて、うん、ね、まあやっぱ大事性あるような、山崎幸也もきっちり10勝ね、はい、できるしね、うん、だからそういった意味では移籍してきたけど、うん、なんか安心感と安定感出てきたな、チームにね、はい、うん、だからいい感じになってきたなと、うん、清宮、はい、ちょっと今ここに来て、ここに来てね、覚醒してますよ、前半1ミリもいなかったね、うん、どこもう終わったか、どこ行った、うん、みたいな、はい、最近この前のロッテ戦も何やっすか、佐々木朗希から、うん、打ったしね、うん、今同点
と決勝打ってますね、うん、2割8分3厘ホームラン8本やから、まあまあまあね、うん、途中からだから、はい、築き上げていく数字は低いけども、うん、いい感じでね、うん、いい感じ出てきましたね、なってきてるね、うん、ちょっとサードの守備はバタバタ感がまだまだにバタバタバタみたいな、フライとか追っかけるのになんかドタバタ感ちょっと否めないけどね、うん、バッティングはいい感じで広角に打ってるから、はい、ね、でまあレイエスもね、レイエスいい感じ、若干野村ね、ジェームスが代打になっちゃって ね、 そうですね、そこはちょっと清宮との競争に負けていってんのかなっていうね、うん、ところもあるけどもね、うん、あとちょっとあと加藤豪介、はい、どこ行ったんだろうね、でも2軍ではめっちゃ打ってる、3割、あそうなんだ、うん、3割2厘2軍では、本当だ、ちょっとあれだね、うん、崖になるかもわかんないよね、うん、あとスティーブンソンね、うん、もういないかな、来年は、そうですね、大丈夫でしょう、うん、一番だったけどね、うん、朝晩もまた怪我から復活しきてね、ね、いい感じになってきてるしね、はい、うん、守備型の磯畑ね、うん、水谷のね、水谷はねもうちょっと守備頑張って、タイプ的に守備型で使われちゃダメ、確かにもうちょっと頑張ろう、うん、守備ね、うん、でもそう考えたらね、はい、あるね、え、崖は結局誰だったんでしたっけ、え、田中正義、伏見、清宮、新庄さん、全員脱出、全員脱出、すごい、あとはもうね、全員崖だけど全員チャンスありになってる、あーなるほど、全員チャンス、開幕前はね、うん、うん、そういったところで全員ね、うん、まだレギュラークラスどうなるかっていうところでチャンスあったから、ね、うん、はい、まあ、そういった意味では、まあ、今後ちょっとどうなるのかシーズン終盤に向けてさらに楽しみやな、そうですね、うん、はい、まさかの日本一もあるから ね、 ね、今シーズンもどうなるかね、今の勢いで、あ、うん、まあ、そういったところをね、はい、観察していきましょう、はい、さあ今日はヤクルト、はい、ね、崖っぷち選手のその結果報告、うん、はい、ね、ということで今最下位に沈んでますけども、うん、まあ、ちょっと今年は苦しかったね、そうですね、うん、まあ、怪我人もいっぱい出たっていうところもあるしね、はい、まあ、その中で崖っぷち選手、うん、ピッチャー奥川、あ、奥川投手にしてたんだ、なんか叩かれてたで、え、何を、なんか手術とかっていうから、そろそろ手術って言ったことが、はい、許せない、あ、先生が言ったのに、うん、結構叩かれたんですか、そう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 、許せない、許せない、うん、でたまにその中に、はい、2割ぐらい、はい、俺言ってないのに、はい、俺が言ったってなってる俺もそういうのちゃんと一時情報をちゃんとしようっていう、はい、もう俺言ってないでそんなこと、うん、俺らはどっちかというと、はい、知らんでそんな言うと怒られるぜっていう、そうそうそう、言っちゃってっていうのなのに、うん、2割ぐらいの人が俺が言ったことになってんねん、コメント欄だけ見て佐藤さんが言ったって思っちゃってる、マジやめてほしいよね俺はそんなの、俺は頑張れって言ってるのに、はい、うん、俺だってプロスビでもちゃんと A の奥側を俺いつでも極みにできるだけ持ってんだよ、それなのにこっちこれだね、手術なんとかっつってしてへんやん、頑張ってよ、まあね、うん、いやすごいです、この奥川君、うん、いやでも今年ですよ、うん、3勝1敗、はい、今年戻ってきてね、うん、うん、ねえ、6試合先発、はい、でももうおらへん、どうなんだろうね、そのどこのコンディション不良なんだろうね、うん、もう1年間持たへんのかな、でもローテーションがめっちゃ緩いよ、10日に1回とかだもん、はい、投げんの、投げ抹消的な感じの、うん、かなりゆとりあるローテーションの中で、うん、まあまあいいピッチングもねしてたけども、はい、ね、だって勝ってますからね、でも6試合だからさ、6月14日から来たわけよ、うん、ね、でそこから1失点、1失点、2失点、3失点で、ジャイアンツ戦は無失点で勝ち投手になって DeNA 戦3失点みたいな、はい、でも最長投げて6回か、そう、100球投げないからね、うん、うん、だからまだリハビリ中やね、全体的には ね、調整しながらっていう感じなのかな、だからで、それ調整しながらの中でまだコンディション不良になったら、うん、もう何がどうなんだろうね、うん、だからそこら辺がちょっと継続やな、うん、そうですね、分からないよね、はい、やっぱり佐々木朗希世代ちょっと分かりづらいよな、何がどうなのかね、正直、はい、どこがどうなんだよ、うん、無理したらできんの、できひんの、うん、無理したら怪我するからやめといてんの、うん、無理することなの、無理しないことなの、どうだみたいな、そう分からないよ、はい、ちょっと世代、まあ、全員が全員じゃないけどね、ちょっとでもそれって上の判断なんじゃないんですか、いやでも結局はさ、はい、本人が無理って言ったら無理や、はい、俺ら平成の判断ね、はい、平成の判断は、はい、痛いか痛くないかじゃないの、はい、できるかできひんかその二択なんですね、うんうん、痛くてもできたらできるやん、うん、で多少痛みが少なくてもいやこれはちょっとプレーにめっちゃ影響出る、うん、
あの完璧なプレーができん、だから指先切ったとかね、そしたら今度切り傷やけど投げるのがめっちゃ指かかれへんから痛いから無理やとかって言ったら、そんな大事じゃないじゃん、はい、だからピッチャーの豆とかもそうじゃん、大事じゃないじゃん、豆が潰れたとかね、でもできないじゃん、はい、だから痛いか痛くないかで言うと普段は全然痛くないと、うん、でもプレーしたら痛いし、うん、この最後のやつができないからできません、うん、は痛くないけどできないじゃんね、はい、まあ、できるかできないかだったらできないちょっとできませんじゃないですね、の判断だけど、うん、はい、今令和はどういう判断なんだろうね、痛いできないみたいな、できるけどできるんだけどちょっと様子見とか、いやそれもできないじゃんいやできるんだけどちょっと安全をとって、こう何のだ念のためちょっと休みとか、保険めちゃくちゃかけとった休み長すぎるんだって令和これじゃないですか、令和がそれなのかな、いや分かんない、でも結構やっぱ間隔をしっかり開けて投げるとかするじゃないですか、それか周りが甘やかしすぎとか、できるって言っても無理、やらせませんみたいなのかな、うん、ちょっともうちょっと待っとけ、うん、あ昔だと、うん、あのやめといたもんじゃいけるよお前、責任取れんのかよお前休んでてっていう感じやね、はい、うん、あの昭和編成はね、はい、さていけるか、いきます、やめといたもんじゃ、はそう出えへんかって、お前レギュラー取られたらどうすんねん、責任取れんのかよ、俺がいけるって言ったらいけんねんっていうのが、そうそうですよね、うん、昭和編成、はいはい、周りが止めれないみたいな、はい、いけるって言ってんねんからいけんねんみたいな、結局責任俺とんねんでって、はい、いけ俺がいけるって言ったらいけんねんっていうのがね、はい、だってそれい痛いか痛くないかって、うん、あの痛くなくさせる方法俺知ってんねん、はい、知ってる、えアドレナリン、アドレナリンをグワーッて出して麻痺させちゃうじゃあじゃあ、あの痛いって言わなきゃいいねん、あそういうこと、痛みって人第三者分かんないねん、はい、だから痛くないって言ったら痛くないなんね、痛くても、そうそうです、分かんないですもん人の痛み、うん、で俺なんて痛いけど痛くないって言って、うん、毎週膝の血骨っぺん血液バジルの 30cc 毎日抜きに行ってみたいな、痛くないって言うと痛くなませんって言ってやってたけど、うん、ね、で周りが止めれないわけよ、はい、今とかだともう周りが止めちゃうのかな、うん、それが令和なのかな、あと佐藤さんみたいにグイグイ、いや責任取れんのか行きます行きますって言っても そこまでって言えないんですよ多分責任取れよみたいなのは令和はいけない、あそれいけないんだ、そこまでいけない、あと病院の先生は距離近い可能性ありますよね、あなるほど、すぐ情報が流れてるから、うん、あいつはこういう状況やってるすぐ入っとう可能性ありますよね、うん、でも守られてる可能性は高いですよね、うん、それが令和なのかな、令和まあ分かんないよこれはもう今ファンタジーの話だからお子側の話してるわけじゃないから、そうなんです、うん、ファンタジー、はい、そこらへんね、また変な情報流すのやめてない俺が言ってないからね、はい、っていうね、はい、ところだからちょっともうよく分かんないよね、うん、正直ね、どういう状況かね、で続いて高橋奎二、はい、まあ、この前やっと勝ったけどね、うん、まあ、なかなかやな、4勝7敗なんかもう山あり谷ありやな、うん、いい時はいい、悪い時は悪いみたいな、うん、1ヶ月に1回いいピッチングするわ、うん、あと何気にいいピッチングした時にちょっと援護点なくてね、その兼ね合いも悪かったから、まあ、4勝7敗、うん、まあ、6勝5敗ぐらいでもおかしくなかったかなっていう感じはあるけども、うん、はい、まあでも先発もいないしチャンスは与えてもらってるからね、うん、その中でもうどう結果残していくのか、まあ、残り試合も考えても今4勝だから、まあ、勝ちトントンぐらいまでしたいね、はい、あの借金なしぐらいまでに、うん、ね、そうしないともう、まあでもヤクルトはさ、うん、左のドラフト候補が誰も出てけへんからな、うん、取ったね、はい、人たちがね、うん、まあ、そこら辺まあチャンスあるからね、うん、まあ、ちょっと崖継続中だね、先発足りない中ですからね、うん、まだねチャンスはたくさんあるんじゃないですかね、で野手はね、はい、高岡投げよ、長岡コンビ、長岡はね、まあでもちょっと去年落としてたからね、はい、成績ね、今年はもう全然違うんじゃないですか、いやタイトル取るんちゃうかって言われてるからね、うん、最多安打とかね、うん、うん、そういった意味ではもう一気にね、だって、はい、今年もしダメだったらさ、うん、まあドラフトでまた内野行かれてる可能性あるからね、そうですね、1位はないやろ、ピッチャーやろ、ヤクルトがピッチャーやろ、1位はないやろさすがに、うん、何でも胸いかへんから、うん、胸に何でもいかへんから、はい、うん、さすがにね、まあでも今年はね2割9分クリーンだからね現状ね、はい、まあ、3割残せるか126安打最多だね、安打にも向けて、うん、ホームランも6本打ってパンチ力もあるしね、はい、もうベストナインは確定やろ、確定ですね、うん、ちょっとね、うん、ゴールデングラブはね、うん、広島に矢野さんっていうね、あもうすこぶるイメージがいい、そうですね、守備職人がいるからね、うん、これはちょっとね、こっからショートは矢野にゴールデングラブ勝ちに行くの難しいぞ、これ小園並、あ、ちょっと菊池並みの、はい、もうインパクト度あるからね、守備うまいっていうね、うん、
これちょっと難しいよな、矢野が怪我していなくならない限り、はい、ここからの時代、矢野からゴールデングラブを奪うの、はい、相当やぞ、相当や、まあね、ベストナイン今いけるって、まあ、長岡は22年ゴールデングラブ取ってるからね、でもベストナインまだ取ったことないから、でも今年はベストナイン確定じゃん、ね、長岡ね、このままいけば、だからもう崖どころかね、はい、まあ、昨年ね、あんまりだったっていうところで、昨年が打率2割2分7厘だからね、そこから大きくジャンプアップしてる、はい、ね、素晴らしい、レギュラーだけでしたもんね、レギュラーそのままじゃもう危ないよっていう、素晴らしい頑張り、はい、でそれに伴ってね、同級生の竹岡、ね、ちょっと出番減ったね、正直ね、はい、68試合、まあ、やっぱ1割8分7厘、もうちょっと打たなきゃいけないよね、でまたこれ宮本とかが打ってるしね、野手ね、あと右の赤羽だったりね、はい、増田だったりそこら辺も出てきてっていうのもあるしね、まあでもそこら辺はまだまだね打てないけど、宮本の3をほら、だから俺使えや打つっつってんで、俺みんなよく言うね、はい、ほら活躍するじゃないですか、トレードなんか出せませんよって言うけど、いやいや使わないんだったらって言ってるやろっていうね、使ったらいい選手だから言ってるんだよ、そうだから使ったら結果出すから言ってるから、逆に言うといい目だったよね、そうですね、宮本の3割目見るとでも外野守ってんだもんね、そうですね、まあいろんなところね守りながらっていうところもあるけども、はい、ね、頑張っていかないと、まあ、赤羽の骨折見たかったね、いい感じで来てたのにね、でもそういったところに竹岡も負けていくからね、はい、やっぱこの打つので結果残していかないとね、はい、そういった意味ではまあね、まあ、奥がよく分かんないっていうのと、高橋奎二はやっぱ終盤5分では終わりたい、勝ち負け ね、長岡もタイトルね、はい、崖っぷちからタイトル取る人も出てくるね、そうですね、もう素晴らしい飛躍だね、そういった意味ではね、まあ、今後ね、はい、どうなるか終盤までね見ていきましょう。はい。ね、はい。